ねえマリサ、どうした霊夢。最近、白霊神社に電車を飾りたいなと思ってて。は？車やバイクみたいに趣味で家の中に飾ったりしてる人いるじゃない？いるな、それを電車でやろうと？そうそう。でも電車は大きいから、神社の前に置いてお客さんを呼び込もうかと。呼び込み君でも置いておけ。やめてよ、あの独特のメロディーが聞こえてきたわ。でも、自分の家の庭に電車を走らせてる人は知っているぞ。え？飾るだけじゃなく、走らせてる人がいるの？今回はそんな私有地の庭を走る桜谷軽便鉄道について話していくぜ。その前に、桜谷軽便鉄道について知ってる人がいたら、いいねボタン。コメント欄で教えてくれたらとっても嬉しいわ。それではゆっくりしていってね。その桜谷軽便鉄道とやらはどこにある鉄道なのかしら？桜谷軽便鉄道は大阪府豊野郡豊野町にあるんだ。ただこれは、冒頭でも説明した通り個人所有の鉄道模型であり、本物の鉄道ではないんだぜ。このクオリティで模型なの？でも、確かに普段の電車よりは小さいかもだわ。しかも桜谷軽便鉄道は踏切や看板、車両のすべてが手作りなんだ。これ全部手作りなの？すごいわね。そしてこのクオリティなら実際に乗れちゃいそうね。もちろん実際に乗車することもできるんだぜ。模型なのに乗れるの？なんなら講習を受ければ運転体験もできるんだ。運転までできちゃうの？ますます個人のものとは思えないわ。桜谷軽便鉄道は鉄道のジャンル的に、庭園鉄道と呼ばれる鉄道なんだ。庭園鉄道？庭園鉄道とは、私有地の庭などの屋外に敷設された鉄道模型のことだ。庭に鉄道模型って貴族の道楽すぎない？実際、庭園鉄道はイギリスの貴族が庭25インチゲージの鉄道を引いて楽しんだことが始まりだと言われているんだ。本当に貴族の遊びだったわ。イギリスの貴族の間で流行した後も、一部の層では人気の娯楽として楽しまれており、日本でもいくつかの例があるんだ。桜谷軽便鉄道以外にも存在するの？有名どころで言えば、桜谷軽便鉄道の他に3つほどある。有名どころ以外も含めると思ってたより多そうね。案外私でも簡単に始められそうだわ。甘いな霊夢。いくら模型とはいえ人が乗るとなると、レールや枕木などにも実用に頼る、耐候性が求められるんだ。確かに人が乗る以上、安全は第一に考えたいところよね。つまるところ、模型とはいえ、実際の鉄道に使われるような材料で作成する必要がある。あ、なんか一気に難しそうになったわね。実際の材料を使うということから、気軽に設置できるような代物じゃないんだ。つまり日本には、まだまだ貴族が残っているのね。純粋に鉄道好きが講じまくった結果だと思うぞ。恐るべし筋金入りの鉄道好きの財力。さて、桜谷軽便鉄道がどんな鉄道なのかの説明も済んだし、お次はどんな経緯で設置されたのかの紹介だ。そもそもどんな人が所有者なのかも気になるわ。桜谷軽便鉄道の所有者は、持本節夫さんという方だ。持本さんは、退職後の1990年代半ば、大阪で偶然運命的な出会いをする。なんか壮大なストーリーが隠されてそうね。その時持本さんが偶然出会ったのは、本物の鉄道用のレールを取り扱う会社だった。そこで6キロレールが1本約7000円と、非常に安いことに驚き、そのレールを購入したことが始まりだったんだ。あれ、本物のレールって意外と安いわね。ちなみにそのレールはどれくらいの長さなの？だいたい5メートル程度だな。持本さんも当時は庭先に設置し、観賞用として楽しんでいたんだが、徐々に延長していき、やがて手押しトロッコやバッテリー式の駆動車を製作して走らせるようになった。完全に鉄道好きが加速してるわ。というか、車両を製作してって、持本さんどんな技術の持ち主よ。持本さんはもともと半導体関連の会社に所属しており、車両作りのノウハウももともとある程度はあったんだろうな。それにしたって自作はすごいわね。駆動車を作り上げた後も、ビール瓶の持ち運びに使うなど、あくまで個人的な道楽として楽しんでいたんだ。結構実用的な使い方してたのね。設備が充実するにつれ、その様子が話題を呼んで見物客も増え、近隣住民の迷惑になり始めてしまったんだ。また、その頃には市販の蒸気機関車も所有しており。ちょっと待って、市販の蒸気機関車って何？庭園鉄道用の5インチゲージの規格では、蒸気機関車が市販されているみたいだな。一体いくらするのかしら？ピンキリだが、軽く100万円以上はするぜ。軽自動車が買えちゃうじゃない。話を戻すぞ。さっき言った見物客に加えて、この蒸気機関車の煙も近所迷惑になり、現在の敷地に移設という形で新たに敷設されたのが、今の桜谷軽便鉄道の原型なんだ。見物客はまだしも、自宅の隣を模型とはいえ本物の蒸気機関車が走ってるって思うと、確かに煙とかは気になっちゃうかもね。桜谷軽便鉄道が今の場所に移設されてからは、メディアに取り上げられるなど、一気に有名になり、乗車体験や運転体験ができるように一般公開されるようになったんだ。個人の趣味が、ちょっとした観光地になるのはすごいわね。
実際に行ったことがある人がいたらぜひコメントで教えてくれよな。行ってみたいって思った人はいいねで教えてくれるととっても嬉しいわ。それじゃお次は、現在の桜谷軽便鉄道がどういうものなのかの紹介だ。確かに一般公開されているとはいえ、もともとは趣味だったのよね。どんな設備とかが整っているのかしら。まず、桜谷軽便鉄道には路線の概念が存在する。現在運行されているのが南山線という路線と、南山線の下に存在する子供神社軌道、持ち元さんの自宅にかつてあった軌道線の3路線だ。まさかの複数路線あったのね。また、南山線には2つの駅が存在しており、現在メインで各種車両が運行されているのがこの南山線で、2001年に開通している桜谷軽便鉄道のいわば主要路線となっている。南山線の全長は150メートルで、車両基地である風の峠駅という駅と、桜谷駅という駅の間を約2分で結ぶ環状路線だ。どこかローカル線の解説動画だったかしら？なお、南山線は開通から3年後の2004年に側線を除き電化されており、バッテリー機関車やガソリン車、蒸気機関車の他に、電車の運行が可能となる。ねえ、主流の範囲を超えてない？また、南山線に設置されている信号機や標識類も実際に動作しており、車両の運行の際には、これらを守ることも求められる。やっぱりローカル線の解説動画ね。この時点でとても個人所有の鉄道模型だとは到底信じがたい内容だよな。次に駅の設備についてだ。路線がここまで充実してるなら、駅も結構充実してそうね。まずは風の峠駅についてだ。風の峠駅はさっき紹介した南山線に存在する2面2線の駅なんだ。まさかの単線じゃなかった。運転会の際は有人駅となる駅で、南山線の中心駅となっているんだぜ。運転会？運転会についてはまた後で説明するぜ。風の峠駅の奥には車両基地も併設されていて、そこにはたくさんの車両が止まっているんだ。この車両基地には作業場もあって、まさに本物さながらに車両の整備も行うんだ。なんか車両もたくさんありそうね。車両についても後で詳しく説明するんだぜ。また、出発口がホーム奥に設置されていて、記念乗車券の配布や、記念スタンプなんかも設置されている。記念乗車券まで？そういえば名前がおしゃれね。何か由来となったものはあるのかしら？この風の峠という駅名の由来は、駅のすぐ下の国道にある峠にちなんでいて、宮沢賢治の風の又三郎や、銀河鉄道の夜のモデルとなった、岩手軽便鉄道の終点である千人峠の、イメージを重ね合わせて名付けたそうだ。ネーミングセンスの引き出しからも博識さが伺えるわ。もう一つの駅の桜谷駅は一面二線の駅で、そのうち一面は留置線となっている。こっちの駅は風の峠駅と違って、運転会中も無人駅となっている。なお、桜谷駅には0キロポストが設置されていることから、桜谷軽便鉄道の起点駅となっている。鉄道名にもなっている駅だもんね。桜谷駅はどんな使われ方をしているのかしら？起点駅とはいえ、あまりたくさんの設備を有しているわけではなく、待機線が本線上に設置されており、蒸気機関車を運行する際の、蒸気圧を上げるときに使用されている程度で、原則この駅で乗降することはない。桜谷駅は、南山線での車両運行をサポートする駅なのね。ちなみに鉄道名にも採用されている桜谷の由来だが、桜谷軽便鉄道が位置する場所から5分ほど離れたところにある、桜谷鉱山から命名されているんだ。こっちはその土地にまつわるものから命名されているのね。この辺も本物の鉄道らしく見えるところだよな。路線の充実具合に恥じない駅の充実ぶりだったわ。この駅に対しての感想は、コメントで教えてほしいんだぜ。私みたいに設備の充実っぷりに驚いた人はいいねもしてくれるととっても嬉しいわ。さて、路線や駅についての紹介も終わったし、次は桜谷軽便鉄道の車両についての紹介だぜ。車両基地があるくらいだから、結構な数の車両がありそうね。ちなみに霊夢の予想を聞いてもいいか？多いとはいえあくまで鉄道模型なわけでしょ？どこまで行っても個人の趣味なんだし、せいぜい4両くらいかしら？正解は電車2両、客車5両、電気機関車2両、蒸気機関車1両、バッテリー機関車2両、ガソリン車1両、その他の車両4両の、計17両が存在する。なんでそんなにあるのよ、さすがに充実しすぎじゃない？桜谷軽便鉄道の長い歴史で見ると、現在ある車両の他に16両もの車両が、廃車されたり寄贈されたりしているため、総合計で言えば33両の車両が、桜谷軽便鉄道を走ったことになるんだ。金持ちの考えることはよくわからないわ。全部を紹介するのは大変だから、現在ある車両のうちいくつか代表的なものを、ピックアップして紹介していくぜ。まずは電車に分類されているモハ1408電車だ。この車両の製造は2005年5月、モデルは名前にもなっている秋保電鉄のモハ1408だ。
名前も本格的だと思ったら、実在する電車がモデルだったのね。車体の色は青色で、かつては桜谷軽便鉄道の主力車両だったんだ。二段ルーフと連結部分のバッパーが特徴的な車両だな。また、トロリーポールで終電していることも特徴と言えるだろう。ちなみにもう一つの電車の終電方式はパンタグラフのため、その辺の違いも、目で見て学ぶことができるんだぜ。今思い出したけど、これもオーナーの持元さんの自作なのよね。もちろんそうだぜ。もうなんか何が出てきても驚かない自信があるわ。次に客車の紹介だ。客車もどれもクオリティが高いものばかりで、特にこの歩幅150は完成度が高い。2004年7月の製造で、モデルとなったのは草刈電鉄の歩幅30、オレンジ色の車体だ。この歩幅150客車は、桜谷軽便鉄道屈指の8人を誇る定員数なんだ。8人乗れるのはすごいわね。歩幅150客車最大の特徴は、電車と連結するためのジャンパ連結機が、装備されている点だ。ジャンパ連結機って何かしら？動力車から電気を得るための連結機のことで、これにより尾灯を点灯させることもできるんだ。ただ人を乗せて引っ張られるだけの客車じゃないのね。お次は電気機関車、ED51 だ。ED51 のモデルは越後交通の ED51 型電気機関車で、デッキ付きの車両だ。結構コンパクトな車両ね。デッキ付きという特徴を活かし、桜谷軽便鉄道のスタッフが、デッキから保線状態の確認をするときにも使われたりするんだ。保線用に使える車両もあるなんてほんと本格的ね。また、ED51 は桜谷軽便鉄道の中でも力持ちの部類で、完成直前の牽引テストでは、客車模様を牽引して走行する結果を叩き出しているんだぜ。保線に使えてパワーもあるなんて、まさしく縁の下の力持ちね。最後にバッテリー機関車の8号車を紹介するぜ。すごい、本物の蒸気機関車のミニチュア版みたいで可愛いわね。何を隠そう、この8号車のモデルは蒸気機関車メーカーの大手、ボールドウィン社のサイドタンク車だからな。本物のイメージを残しつつ、うまくデフォルメされていると思うぜ。本物の雰囲気を間近で堪能できる点も魅力の一つというわけね。でもバッテリー機関車なのね。さすがに本物みたいに蒸気機関車にはできなかったのかしら？8号車はもともと2000年11月の製造で、製造当初は蒸気機関車だったんだ。最初は本当に蒸気機関車だったのね。しかし、長い運行の中でボイラー等が故障してしまい、一度運休になっていたんだ。なんとか復旧を目指していたみたいだが、修理部品の調達ができず、2020年にバッテリー機関車として生まれ変わり、運行を再開している。さすがにもう部品がなかったのね。しょうがないこととはいえ悔やまれるわ。もし視聴者の皆さんの中で、この8号車が機関車だった時のことを知っている人がいたら、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。さて、ここまで桜谷軽便鉄道の概要を紹介してきたが、実際にどんなことを体験できるのかを紹介したいと思うんだぜ。さっきの説明であった、運転会ってやつね。そうそうそれだ。桜谷軽便鉄道は現在月例運転会と称し、月に1回のペースで一般公開を行っている。冒頭で言っていた通り、講習を受ければ誰でも運転ができるのよね。ここまで実際の鉄道と同じレベルのクオリティの車両を、実際に運転するのは、なかなかできない経験だと思うぜ。月例運転会でできることは主に2つ。さっき紹介した ED51 や、その他運行中の車両による列車編成とその列車への乗車と、車両の体験運転の実施だ。模型に乗るっていうのも、なかなかできない経験だし、乗るだけでも楽しめそうだわ。でも信号機とか標識類も実際に動作してるって話だし、大人向けの体験なのかしら？体験運転に関しても、スタッフが後ろについて、安全な運行のサポートを行ってくれるから、小さな子供でも心配なく体験できるんだ。手厚いわね。そういえばさっきからちらほらスタッフがいるような説明だけど、個人の持ち物なのにスタッフがいるのね。オーナーが高齢というのもあって、桜谷軽便鉄道は以前から、有志によるボランティアスタッフが集まって運営されているんだ。月例運転会も例に漏れず、たくさんのボランティアスタッフが、楽しい体験のサポートに徹してくれるんだぜ。スタッフさんあってのスポットなのね、頼もしいわ。感染症による影響で、この運転会含め全ての催しが中止になる中、このスタッフさんたちが再開に向けて桜谷軽便鉄道の維持を、継続してくれていたおかげで、今年から月例運転会を再開することができたんだ。感動的な話だわ。現在開催されている月例運転会は、毎月第1日曜日に行われているんだ。予約不要で、なおかつ参加も無料で行われているから、気になった方は、ぜひ足を運んでみてほしいんだぜ。たくさんの参加者の喜ぶ顔が見れれば、その分オーナーも喜びそうね。ああ、そのオーナーの持ち元さんについてなんだが、オーナーがどうかしたの？2023年8月、亡くなったそうなんだ。
持ち元さんは運転会で子供たちの笑顔を見ることを何よりの楽しみとして、桜谷軽便鉄道を作り続けてくれていたんだ。世の中が感染症で混乱し、桜谷軽便鉄道の運転会等が中止になる中、持ち元さんも体調を崩してしまい入院。感染症による自粛ムードが明け、桜谷軽便鉄道の運転会が、8月に再開されたことを見送るように息を引き取ったそうだ。持ち元さん、子供の笑顔のために作り続けてきた。桜谷軽便鉄道が、再開できてさぞ嬉しかったと思うわ。桜谷軽便鉄道の紹介からは少し逸れてしまうが、持ち元さんの逝去が桜谷軽便鉄道の公式ホームページで公開されたのが、この動画の作成中のことだったため、この場をお借りしてご冥福をお祈りします。安らかにお休みください。ちなみに、オーナーの持ち元さんが亡くなった今後については、同時にボランティアスタッフから今後も運転会は継続できる方向で、ご遺族と調整しているところだそうだ。この動画作成時点では2024年の2月までの月例運転会は実施予定みたいだし、今後も持ち元さんの意思を継いで末永く運行されることを願うばかりだぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとう。マリサ、どうした霊夢？前に紹介してくれた桜谷軽便鉄道の動画に、他の庭園鉄道のコメントがたくさん来てるわ。私それを見ていたら他の庭園鉄道も気になってきちゃったから、他の庭園鉄道の解説もぜひ聞きたいわ。確かに日本には桜谷軽便鉄道にもいくつか有名な庭園鉄道が存在しているんだ。じゃあ今回は、日本に存在する庭園鉄道を桜谷軽便鉄道以外で4つほど、紹介するとしよう。まだ桜谷軽便鉄道の動画を見ていない人は概要欄から要チェックよ。庭園鉄道についても、同じ動画でちょっとだけ解説しているから、庭園鉄道を知らないって人もぜひ視聴してみてくれよな。ついでにチャンネル登録、いいねボタンもポチッとしてくれると嬉しいぜ。いつも励みになってるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、北海道岩見沢市の空知鉄道だぜ。空知鉄道は前回の桜谷軽便鉄道の動画へのコメントでも多かった庭園鉄道よね。日本で有名な庭園鉄道の一つだからな。空知鉄道の特徴の一つとして、本物の運転士が所有している、庭園鉄道という点が挙げられる。本物の運転士ってことは、空知鉄道の所有者って現役の鉄道マンなの？そうらしいんだ。なんでも、札幌市電の運転士だそうだ。まさかの本物の鉄道マンが作った庭園鉄道だったのね。道理で有名なわけだわ。本物の鉄道マンが作成しているため、空知鉄道の完成度はプロをもうならせるほどで、名が知れるにつれて、首都圏の鉄道会社の運転士が見学に来るほどなんだぜ。さすがはプロね。趣味にも妥協を許さず全力でかっこいいわ。空知鉄道の公式ホームページなんて、地方の私鉄のホームページと、見間違えるほどの完成度で、とにかく全体的にクオリティが高いんだ。公式ホームページのクオリティまでもがプロ水準なのね。どんな庭園鉄道なのか、ますます気になってきたわ。早く詳細を教えてちょうだい。空知鉄道はさっき説明した運転士の私有地の外周を総用に軌道が敷設されていて、走路線距離は約55メートルとなっている。なお、機関は381ミリメートルの15インチゲージで俗に言うナローゲージに分類される。最高速度は時速 5km で、のんびりと乗車することが可能な庭園鉄道なんだ。前も思ったけど、これで手軽だなって思って真似して作ろうとすると痛い目見るのよね。そうだぞ、個人で庭園鉄道を作るのには、膨大な苦労と時間、財力が必要になる。もちろん空知鉄道も例に漏れず、現在まで並々ならぬ情熱と、苦労が伺える庭園鉄道なんだぜ。いくら庭園鉄道とはいえ、人が乗車する分しっかりとした、安全性が求められるもんね。霊夢の言う通りだぜ。じゃあまずは空知鉄道の歴史をざっくりと解説していくとするか。確かにどう生まれたのかは気になるところよね。空知鉄道の始まりは結構最近で、設立は2012年となっており、まだ12年程度しか経過していないんだ。裏を返せばたった12年くらいでプロをもうならせる完成度に仕上げたってこと？そうなるな。空知鉄道の設立の翌年に建設工事を開始し、2015年までに起点となる北村駅と赤川駅という2駅の駅舎の完成と、2駅間の線路の敷設、車両基地の建設や駅周辺の踏切の設置工事など、大まかな形が出来上がるまでに要した時間はおよそ3年なんだぜ。3年でほとんど完成しちゃったの、すごく早いわね。驚異のスピードだと思うぜ。しかも空知鉄道は2019年に敷地の拡充と軌道の延長工事を行い始め、南赤川駅という3つ目となる駅も設置されたんだ。ペースすごいわね。ただ、空知鉄道の起点駅となる北村駅に関しては、2023年に廃止されている。あら、どうして？廃止の理由としては、3つ目の駅である南赤川駅からの線路を延長して、北
村駅までつなげる建設工事のためと、付近の民家への騒音防止のため、あとは軌道が部分的に市道のすぐ隣を、走っている形になっていることによる接触事故の発生を未然に防ぐためとのことだ。付近への配慮と事故の防止も欠かさないなんて、ますますプロ意識が高いわね。そういえばさっき鉄道会社の運転士が見学に来るって言ってたけど、何か理由はあるのかしら？細かなところまでこだわり抜かれた完成度の高さだと思うぜ。特に2両ある車両のうち、1910系は特に完成度が高く、なんと VVVF インバータ搭載の車両なんだ。運転席も製作者が運転士ということもあって実物さながらの作りになっていて、車掌との連絡手段の合図ベルや指令書とのやり取りもできる無線も搭載されているんだ。車両の完成度もすごいわね。これも手作りなんでしょ？もちろん空知鉄道は庭園鉄道、車両はすべて自作したものなんだぜ。しかもこれ、ホームセンターで購入した材料を使って作られているんだから驚きだな。ホームセンターって知識とやる気さえあれば、電車も作れちゃうくらいのものが売ってるのね。そこも驚きポイントの一つではあるな。これだけの完成度ならぜひ実際に見学してみたいわ。もちろん見学も可能だぜ。ただし見学会は5月から10月の間の開催で、予約が必要だから注意してほしい。ちなみにその見学会、運転体験とかはできるの？残念ながら運転ができるのは、安全のために現役の鉄道運転士と、空知鉄道が別に定める操縦免許の所有者のみになっているぜ。さすがに完成度が高い分、そうなるわよね。まあこの辺は事故を未然に防ぐというプロ意識の表れだと思うぜ。せっかく遊びに来てくれたんだし、楽しく安全に過ごしてほしいもんな。運転士の鏡だわ。北海道なら、夏の観光で楽しめそうね。早速旅行計画立てなきゃ。まだ冬なんだが。次に紹介するのは、静岡県伊東市にあるペンションポテリのポテリ鉄道だ。なんだか美味しそうな名前ね。霊夢はすぐに食べ物に走るな。そもそもなんでペンションに庭園鉄道なんてあるのかしら？このポテリ鉄道ことポテ鉄は、鉄道が大好きなオーナーが、自分の経営しているペンションの周りに家族で乗れる鉄道を作ってしまったんだ。そうなのね。でも、作るってなると色々大変じゃない？もちろんどの庭園鉄道にも言えることだが、数々の困難を乗り越える必要がある。やっぱりそうなるわよね。特にこのポテ鉄はその困難が大きく、通常、庭園鉄道を作るにあたって、線路を敷く場所は、平らじゃないといけないんだが、設置予定地は平坦な場所ではなく、斜面の多い土地だったんだ。また花壇を解体、木々を移動させたりと大変だったそうだぜ。整地から大変な苦労があったのね。そんな困難を極めたポテリ鉄道の敷設工事については、手伝ってくれる方々がたくさんいたそうで、なんとか完成したそうだ。人とのつながりって大切ね。どんなところを走る庭園鉄道なのかしら？ポテリ鉄道の列車は、ポテリ本館のテラス前駅から出発。水車小屋風呂、丸太小屋風呂、バーベキューテラスを眺めながら庭を一周するように運行している。一周はどれくらいの長さなの？おおよそ60メートルくらいだな。案外長いわね。それは子供も楽しい思い出になりそうだわ。機関も5インチと小さく、車両も子供にぴったりのサイズなんだ。コンパクトながら走りはしっかりと鉄道の良さが味わえる。とっても可愛い庭園鉄道なんだぜ。ところでポテリ鉄道はどうやって乗ればいいのかしら？そこはさすがペンション。ペンションの宿泊者は、予約時に要望すれば、なんと無料で乗車と運転体験ができるんだ。鉄道好きの家族や電車が大好きな子供がいる家族にぴったりなペンションね。リゾートペンションで優雅に過ごしながら庭先で庭園鉄道も気軽に楽しめるなんて、とっても素敵な場所ね。夏の避暑地として候補入りよ。確かにこのペンションは高原にあるため、夏の旅行先にぴったりな場所だと思うぜ。みんなも泊まってみたい、って思ったらいいねで教えてほしいわ。実際に泊まってみたことがある人はどうだったか感想を聞かせてほしいんだぜ。三つ目に紹介するのは静岡県裾野市にある、日本庭園鉄道だ。関係ないけど、なんだか富士山の近くみたいな市の名前ね。まさにその通り、日本庭園鉄道は、富士山が見える場所に位置しているんだ。まさか乗車しながら富士山が見えたり、もちろん富士山も見えるぞ。その時点で素敵な庭園鉄道確定ね。早く詳細を教えてちょうだい。確かに日本庭園鉄道は素敵な庭園鉄道だが、富士山が楽しめる程度でそう言ったら、失礼に当たるほどすごい庭園鉄道なんだぞ。なんと日本庭園鉄道は世界一の庭園鉄道なんだ。世界一？何が世界一なのかは後から解説するとして、まずは簡単な概要を説明するぜ。日本庭園鉄道の特徴は、まずなんといってもその広さだ。敷地は約1500平方メートルほどあり、その中を3つの種類の線路が走っている。なんだか数字が大きすぎていまいちピンとこない広さね。一番身近なもので例えると畳約906畳分だな。どっちみちわかりづらいわね。とにかく広いってことがよくわかったわ。
しかもこれ、個人の持ち物らしいんだ。あまりの広さに、公共的なものかと思ってたけど違うのね。ところで3種類の線路があるって、3つの路線があるってことかしら？いや、違うぜ。日本庭園鉄道には、期間の異なる3つの線路が存在するんだ。鉄道模型にも N ゲージとか、HO ゲージとか規格があるんだが、そんなイメージだな。たくさんの規格で楽しめるってことね。その中でも、1番ゲージと呼ばれる期間 45mm の路線延長は驚異の 1250m。この長さは1番ゲージの中でも世界一らしいんだ。庭園鉄道で 1km 以上もあるなんてますます個人の持ち物に思えないわ。1番ゲージはその期間の小ささから人が乗って走ることができない分、広大な敷地でのびのびと走る車両を存分に楽しめるように作られたと思うぜ。どんな車両が楽しめるのかしら？ここも驚くべきポイントなんだが、日本庭園鉄道自体は個人の持ち物でも、走っている車両は、車両作成が趣味の有志が集うクラブの会員のものなんだ。え？どういうこと？つまり、会員になれば自分で制作した自慢の車両を持ち込んで、実際に運行することができる唯一無二の場所なんだぜ。何その夢の施設？自分で作った車両を、広大な敷地で走らせることができるなんて。まさに鉄道ファンの夢が詰まった、鉄道王国だと言える庭園鉄道なんだぜ。しかも有志のクラブが集う運転会は、一般参加 OK で、なおかつ乗車体験をすることだってできるんだぜ。なんて懐の深い有志クラブなのかしら。まさに富士山の裾野のような懐の広さだわ。運転会の乗車体験で走行できる線路は、本格的な鉄橋や踏切、川沿いの桜並木や、渓谷まで楽しむことができ、とっても乗り応えのある庭園鉄道なんだ。敷地が広いからできる充実の設備ね。ちょっとした鉄道旅が味わえそうだわ。正直ここまでいろいろ楽しめる庭園鉄道は日本でもここくらいだと思うから、ぜひ遊びに行ってほしいんだぜ。休日のちょっとしたお出かけ先にもってこいな庭園鉄道ね。最後に紹介するのは、西洋の涼しい国に存在する、アクビケイベン鉄道だぜ。ちょっと所在地が不明すぎるんだけど。やっぱりそうだよな。ただ、このアクビ鉄道に関しては、完全に個人のものだから、正確な所在地は不明なんだ。今までの庭園鉄道も個人のものだったけど、一般公開されてたわよね。アクビケイベン鉄道に関しては、本当に所有者が楽しむだけに作られ続けていて、一般公開されていないんだ。そうだったのね。でも一般公開されていないのに、なんで有名なのかしら？所有者がアクビケイベン鉄道についてのブログを定期的に更新していて、それが話題を呼んだ感じだな。これが庭園鉄道としてのクオリティも高いし、ブログ自体も読んでて面白いんだよ。ブログで有名になるって、よっぽど文章のセンスがある所有者なのね。文章のセンスで言ったらピカイチだぜ。何せアクビケイベン鉄道の所有者は、あのすべてが F になるなどの著者、森博嗣なんだからな。森博嗣先生が作った庭園鉄道なの。文才もあって工作もできるなんて、一体何者なの？意外と知られていないんだが、森博嗣はもともと建築学の助教授をやっていたんだ。神は二物を与えないって嘘だったのね。それはさておき、森博嗣は小説は趣味のための費用稼ぎ。って明言するほどの工作好きで、庭先に5インチゲージの庭園鉄道を作成して、時に執筆、時に庭先の庭園鉄道といった具合の毎日を過ごしているみたいだぜ。理想的すぎるわその人生。今回はさすがに小説家のブログの内容よりいい解説はできそうにないから、公開されている内容をかいつまんで解説しようかと思うぜ。さっきもちらっと言ったが、アクビケイベン鉄道は5インチゲージの庭園鉄道で、2001年に森博嗣が以前住んでいた名古屋の弁天が丘にちなんで、弁天が丘線という一周約12メートルの線路から始まったんだ。一周12メートルの線路が置ける庭先ってすごいわね。森博嗣は庭園鉄道を思いっきり楽しむためにわざわざ引っ越しているからな。やりたい庭園鉄道が実現できる庭はあって当然だぜ。金持ちの道楽じゃない。その後2008年頃までにかけて、弁天が丘線は拡張に拡張を重ね、その過程で2003年にはもともとあったプールを撤去。プールがあったの、それを撤去。ガレージの建設や敷設済みの線路とのポイントの追加を経て、路線延長は32メートル、65メートル、180メートルとどんどん延長されていった。もう一回確認だけど、自宅の庭先なのよね？そうだって言っただろ。はい、もう規模がすごいわ。ちなみに車両はどうしてるのかしら？もちろんそこは工作好きの森博嗣、ほとんどが自作のものだ。中には中古で手に入れたものや、キットを購入したものもあるみたいだが、ブログで公開されているだけでも動力者と非動力者合わせて70以上も所有しているらしい。めちゃめちゃあるじゃない。さすがというか、すごいというか多すぎて紹介しきれないぜ。ぜひ走っているところを見てみたいけど、公開されてないんじゃしょうがないわね。ブログでかなり細かく記録されているから気になる人は、ぜひブログをチェックしてほしいんだぜ。ちなみに走行動画も専用の YouTube チャンネルが存在しているから、そこで楽しむこともできるんだぜ。あ、マリサ、本が何冊か出てるわよ。
それを買えば首軽便鉄道の設備も充実するかもな。新手のクラウドファンディングだわ。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございます。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。どうした霊夢？少し前に、個人所有の鉄道について教えてくれたじゃない？ああ、庭園鉄道の話だな。そうそうそれよ。あれってどれも一般的な鉄道よりもサイズが小さく楽しめる趣味だったけど、やっぱり通常の車両を個人で所有するのは難しいことなの？そりゃそうだろ。自動車や船舶の個人所有に比べて、難易度は格段に上がるんだ。飛行機を所有するのとどっちが難しいの？難しいこと聞くな。どっちも大金持ちなら簡単に所有できるだろうけど。ただ、金額的に鉄道車両の方が安い場合が多いが、飛行機ほど実用的じゃない。だから金持ちでも飛行機が一般的だと思うぜ。やっぱりそうよねー。まさか欲しいのか？うん。そうか。じゃあ今回は、個人で本物の鉄道車両を所有している例をいくつか紹介して、その経緯や金額、苦悩をお伝えしていくぜ。やっぱり実例やるのね。不可能じゃないことが分かればいいわ。あ、測ったな。さあ、早速紹介してちょうだい。視聴者のみんなもチャンネル登録と、いいねボタンで気になるアピールしてくれると嬉しいわ。全くしょうがないな。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってねまず最初にご紹介するのは、北海道北見市に存在する、個人所有の鉄道車両群だ。鉄道車両群？群ってことはたくさんあるの？全部で7両あるんだぜ。7両？最初に所有が難しいって言ってたのは嘘だったのね。いや、所有している人の感覚がバグってるだけだぜ。北海道北見市に存在する個人所有の鉄道車両群では、国鉄時代に実際に活躍していたたくさんの車両が生体保存されているんだ。生体保存って何かしら？簡単に説明すると本来の用途としては使えない状況だが、実物が保管されている状態だな。要は線路を走ることはできないけど、線路上などに実物が置いてあるって状況ね。そういうことだな。んじゃ、この鉄道車両群で生体保存されている車両を簡単に説明するぜ。まずは、当時北見保線区で活躍していたラッセル車のキー100。あ、ラッセル車ってのは除雪車のことだぜ。除雪車ってこんなごっつい見た目してるのね。そりゃ雪をかき分けて進むことで除雪する車両だからな。お次は石北線の急行車両のキハ27。うっすらと JR の文字が見えるのがなんとも哀愁を感じるわ。これはスリュ15といって、郵便護送車も存在している。しかも、この型式として現存している郵便護送車は、全国でこの1両だけなんだ。これしか現存してないの？めちゃめちゃ貴重じゃない。これ以外にも、ディーゼル機関車やジョルダン式の雪かき車などの、合計7両が生体保存されているんだぜ。どれも国鉄時代の北海道の鉄道を支え続けてきた、とっても貴重な車両なんだ。そんな貴重な車両がなんで個人所有に？この車両群のオーナーは古物収集が趣味だったらしく、国鉄民営化後の払い下げで車両を入手したそうだ。なんで入手しようと思ったのかしら？なんでも、自宅のすぐ前を線路が走っており、収集が楽だったからだそうだ。いや、動機が気軽すぎない？そんな隣の山から山菜取るみたいな感覚で鉄道車両を集めるなんて、値段は何分昔のことだから不明だが、絶対安くはなかったと思うぜ。どんな人がオーナーなのかしら？実はオーナーは16年ほど前に亡くなってしまっている。え？じゃあこれは現在誰のものなの？オーナーが亡くなった後は、家族が引き継いで生体保存を、続けていたそうだぜ。いいさんなのか怪しいラインだけど、生体保存を続けてくれるってことは、家族もまんざらじゃなかったのね。ちなみに最近、あまりの歴史的使用性の高さから、この個人所有の車両群を、後世に末長く残していこうと、市民団体が母体の NPO 法人が発足、オーナーの家族からこの車両群を譲り受け、展示会などを取り行いながら、今も保管を続けているんだぜ。さすがに7両の保管は個人では難しいのかもね。その点ちゃんとした団体が発足して、管理を続けてくれるなら、歴史も後世に引き継げていいのかもしれないわ。しかも、個人所有の時は難しかった見学もできるようになったわけだし、北海道に行った際には、ぜひ立ち寄ってほしいところの一つだぜ。二つ目にご紹介するのは、収集鉄の趣味が高じて、ついには実物を手に入れるに至った事例だぜ。収集鉄？鉄道ファンの中にはいろんなジャンルがあり、写真を撮って楽しむ撮り鉄や、乗って楽しむ乗り鉄、音を楽しむ音鉄なんかもいるんだが、その中でも、部品やパーツを集めて楽しむ収集鉄ってのもいるんだ。部品を集める人のことなのね。そんな収集鉄の最高の夢である、車両丸ごと1両の所有を叶えた事例なんだ。どんな人なの？この収集鉄は、昔から機械いじりが好きな少年時代を過ごし、その過程でいつの間に鉄道好きに転身。
プラレールや鉄道模型の制作を経て、中学生の時に、ひょんなことから、113系電車の車掌スイッチを購入したことが引き金になり、鉄道部品収集家、収集鉄としての道を歩み始めるんだ。きっかけはたった一つの部品だったのね。部品は小さいかもしれないが、大きなきっかけだっただろうな。この人がこれまで鉄道会社の実施する販売会や鉄道古物商、オークションなどで、収集してきた機器は全部で300個以上。ぞえ、すごい数ね。収集鉄の間で人気の行く先表示器はもちろん、運転士が操作する運転機器、車掌が操作する放送機器やオルゴール、ドアスイッチに至るまで、車両に関するものであれば何でも収集したそうだ。大好きなものに囲まれる生活は楽しそうだわ。また、この人は鉄道部品の収集を集め出した頃から、とある目標を掲げていたんだ。何か目標を作ることはいいことね。その目標とは、国鉄201系電車の運転台を再現すること。運転台を再現、なんだか雲行きが怪しくなってきたわね。この目標を達成するために、コツコツと JR201 系電車の部品を収集していき、実車の図面の入手にも成功、入手した図面を見ながら、独学で自室に運転台が収まるように設計図を作成し、大学1年生の頃にベースとなる運転台が完成したそうだ。そこから規模や再現度へのこだわりが爆発、なんと運転シミュレーターとの連動や、圧縮空気を組み込むことで、ブレーキ装置の再現にまで成功したんだ。そんなこんなで完成した運転台がこちらだぜ。え、これ本当に家の中なの？そうだぜ。本物じゃなくて？もう本物と言っていいほど再現度が高いが、自室内に再現された運転台だぜ。っていうか、部品は本物を使っているから、もう本物と言っても差し支えないな。恐るべき収集鉄の本気。収集を始めた時に掲げた大きな目標を達成し、満足するかに思えたが、ここで終わらないのが収集鉄だ。まさか、実は収集を進める中で、もう一つの大きな夢を持ってしまっていたんだ。鉄道車両を丸ごと一両所有したい、という夢を。飽くなき収集癖もここまで行くとすごいわね。今も本物の車両を求めて、即売会をさまよってるのかしら？勘のいい視聴者の皆さんじゃなくとも、もうお気づきだとは思うが、この動画で取り上げられてるってことはちゃんと実現しているんだぜ。ですよね、知ってたわ。ちなみに鉄道車両ってどうやって手に入れるの？霊夢が言う即売会ではまず入手は困難だぜ。また、この収集鉄が入手できたのも偶然に近いものがあるんだ。基本的に鉄道会社から直接取引をする必要があるんだが、個人相手だとまず相手にされない。それもそうよね、置き場所とか費用とかの問題もあるし、今回の収集鉄の事例では、その辺はクリアしていたそうだぜ。それなのに購入が難しいのね。個人が無理なら法人ならと、家族が経営する旅館での展示用途で、車両を探すも、鉄道会社から民間企業に対しての展示目的での、車両の譲渡も法的にほぼ不可能だったんだ。入手難易度高すぎない？そんな収集鉄にとある転機が訪れる。なんと、家族とつながりのある自治体が、JR から譲渡された車両を一両所有していたんだ。どんなところからコネって広がるものね。その後車両を保有している自治体と8ヶ月に及ぶ交渉の末、正式に譲渡が決定したんだ。ついに念願の車両の実物を手に入れたのね。しかしこれで終わらないのがさすが収集鉄。譲渡された車両の運搬の際に、なんと該当車両のバッテリーを持ち込み、車内照明などを点灯させた状態での運送を実現している。これすごいシュールね。道路電車が電気つけて走ってるわ。通常、鉄道車両が輸送される際、通電していない関係で、電飾類は消灯した状態で輸送される。つまり、この運送風景の写真はかなりレアどころか、ひょっとしたら史上初レベルの出来事かもしれないぜ。車両を入手するどころか、史上初の運搬もやってしまうなんて、収集鉄もここまで来ると一種の執念を感じるぜ。でもこれで実物も手に入れられて大満足ね。何を言っているんだ霊夢。え？まだ何かあるの？実物を手に入れた収集鉄は、これからが本番なんだぜ。今回の事例の車両は、しばらくの間手入れされず、屋外に設置されていたため、傷みが進んでいたんだ。つまり、ここからできるだけ現状復旧をして、維持管理する必要がある。あ、そっか。大きすぎて部屋に置いとけないし、入手したらずっとメンテナンスが必要なのね。そうなんだぜ。その点が鉄道車両を実際に手に入れることの難易度が高くなる理由の一つでもあるな。ちなみに今回の収集鉄は、もちろんその辺もクリアしているんだぜ。すごい根性ね。もともとが旅館において一般公開ってことで、地元の鉄道車両保存団体が手伝ってくれたみたいなんだ。個人で鉄道車両を手に入れるのにはコネや人脈が必要なんだって、つくづくよくわかる事例なんだぜ。これはほんと最初に言ってた難易度が高いってのが、よくわかる話だったわ。この話を聞いて、何か感想がある人はコメントで聞かせてね。純粋に難易度高すぎ、って思った人はいいねボタンで教えてほしいんだぜ。三つ目にご紹介するのは、埼玉県にあるとある眼科が所有している鉄道車両だ。え？建物から車両が飛び出してるわ。
この眼科の院長の趣味が高じて、鉄道ファン必見の眼科が爆誕したってわけだ。この院長も収集鉄だったのかしら？いや、それがさっきの事例ほどの筋金入りの収集鉄じゃないみたいで、どうやら所属する医療法人から独立しないかと声をかけられた際に、何を思ったのか実物集め欲が爆発したらしい。なんでよ。詳細は私もよくわからんが、なんでも、院を一から作るなら特色を出したい、と思ったことで、本物の鉄道車両を手に入れることを決意したそうだぜ。院の場所の選定は、鉄道車両が置ける広さを前提として探し、院の知名度向上に役に立つからと医療法人も説得。なんと、医療法人から車両の購入や設置費用を出してもらったそうなんだ。この院長、交渉力半端ないわね。さっきの事例でも話題に挙げたが、この先の問題である。どうやって車両を手に入れるかって問題は、さすがにこの院長の交渉力をもってしても、結構課題だったみたいだぜ。なんとか交渉がまとまっても、車両が80万程度でも、輸送に800万かかったそうだ。奇跡的に車両が安くても、輸送費がえげつないわね。そんなこんなでやっとの思いで鉄道車両がある眼科が開業できたってわけだ。一両でこんな大変なのに、冒頭の写真にたくさん電車が写ってたわよね。ああ、あれか。あれは、車両の入手後も2年おきにしっかりと塗装を塗り替えるなど、丁寧な保管が知られるにつれ、逆に私鉄や JR から車両を買いませんか？と、打診されるようになったらしく、ついつい収集してしまっているそうだ。ついついって鉄道車両を買っちゃうってどうなの？院長曰く、医者が高級車を買うようなもんらしい。確かに高級車乗り回してるお医者さんより好感持てるかもしれないわ。さて、最後に、もし今までの事例で自分も電車が欲しいって思ってしまった視聴者の方へ、当チャンネルなりに購入方法や、購入する際に必要な費用を、ざっくりとまとめてみたから、ぜひ参考にしてほしいんだぜ。さすがにこの動画で、よし、買おう、なんて思う人いるのかしら。早速だが、散々この動画で車両を入手するのは難しい、って、解説してきたところなんだが、近年は随分と入手しやすくなってきているんだ。あら、そうなの？ざっと調べたところ、どうやらたまにメルカリなんかでも出ているらしいが、それは確実な方法じゃないから覗くぜ。メルカリで鉄道車両が出てたことあるの？現在最も確実に手に入れる方法は、株式会社 JR 貨物北陸ロジスティクスのホームページで購入する方法だぜ。あ、とっても正規ルートっぽい方法ね。この会社は、JR 貨物グループの会社で JR 貨物の中古車はもちろん、全国からこの会社に託された中古の鉄道車両が購入できるんだ。あと、JR 貨物の中古コンテナなんかも購入できたりするんだぜ。コンテナなら車両よりは気軽に購入できそうだわ。この動画の作成時点で出品されている車両は全部で2両と61型貨物車両とレールバスだぜ。いくらなのかしら？と61型貨物が30万円、レールバスが50万円だな。さっきの院長が買った車両もそうだけど、思ったより安い車両もあるのね。そうなんだ。最近の例を見ると、車両自体は思ったより安い場合が多い。問題は土地と輸送費なのよね。土地は場所によって値段が本当にピンキリだからなんとも言えないが、販売中のレールバスを設置するために、最低限必要な広さは、少なく見積もって70から80平方メートルほどだと思われる。車で例えるとおよそ5から6台分だな。やっぱり結構場所取るのねー。それと、枕木とレールの施工費でおよそ200万円程度、雨風を多少でもしのぐための屋根の施工でも100万円はかかってしまう。この時点ですでにレールバスの購入費用が350万円プラス土地代ね。あとは輸送費だが、これも輸送距離によって大きく変動するため、一概には言えないが、鉄道車両用の輸送トレーラーのレンタル費が1日で約100万円。それに加えて、めちゃめちゃ重い鉄道車両の積み下ろしと設置用に、大型のクレーン車が必要のため、追加でおよそ100万円かかる計算になる。例えば、輸送に3日かかる場所に設置しようと思うと、トレーラーのレンタル費300万円、クレーンのレンタル費で100万円、合計400万円かかる計算だな。つまり、車両は安くっても、諸経費で最低1000万円近くかかるってことね。そうなんだぜ。大型トレーラーやクレーンが乗り入れることができる土地ってのも、必須条件なんだが、それってつまり大きな道路に面してるってことだから、土地の費用も高額になりがちなんだ。しかも、購入した後は、ちゃんとメンテナンスしないと、すぐダメになっちゃうだろうし、これは生半可な覚悟では買えないわね。この動画を見たことがきっかけで、鉄道車両買っちゃったってコメントが、いつか見れることを願っているぜ。さすがにそれは無茶よ。でも、もし本当に買ったり、買う決心がついたって人がいたら、その時はこっそりコメントで教えてほしいわ。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前ネットサーフィンしていたら、名鉄のことを、名鉄って呼んでいる記事を見つけたんだけど、どうしてこう呼ばれてるのかな？理由は簡単で、他の鉄道会社と比べて名要素が多いからだぜ。そんなに名要素が多いの？多分名鉄の名要素を全部聞いたら、その多さにきっと驚くと思うな。それじゃあ、今回の動画では名鉄の名要素を解説していくぜ。それじゃあ最後まで、ゆっくり見ていってね。名鉄の名要素を解説していく前に、名鉄がどういった鉄道会社なのか簡単に解説していくぜ。名鉄について詳しいわけじゃないから、すごく助かるよ。まず名鉄の総路線長はどのくらいあると思う？名鉄は結構路線があるのは知ってるけど、200キロぐらいかな？残念、不正解。正解は 444.2 キロだぜ。え、答えた距離の倍以上もあるんだね。JR を除く私鉄の中では近鉄の 501.1 キロ、東武鉄道の 463.3 キロに次いで、3番目に長いんだ。なんで、名鉄はこんなに総路線長が長いのかな？それは、JR の路線が走っていないところをカバーするように、名鉄の路線が走っているからだぜ。大正時代、愛知県や岐阜県には小さな鉄道会社がたくさんあって、そういった鉄道会社が国鉄の路線がない地域の鉄道輸送を支えていたんだ。だけど、時代の流れでそういった鉄道会社が吸収合併していって、最終的に名古屋鉄道という一つの鉄道会社になっていった経緯があるんだぜ。名鉄にそんな歴史があるなんて知らなかったよ。そんな名鉄も今では大きなグループ企業になっていて、バス事業やタクシー事業、不動産事業にも携わっているんだ。他にも南北ビーチランドや、日本モンキーパーク、明治村やリトルワールドといったレジャー施設の運営にも、名鉄のグループ企業が携わっている。世界中の衣食住を体験できるリトルワールドも、名鉄のグループ企業が運営しているんだね。リトルワールドに何度か行ったことあるけど知らなかったよ。意外と知られていないけど、名鉄は東海地方でいろいろと事業を行っている大きな企業なんだ。名鉄がどういった鉄道会社か分かったところで、名鉄の名要素を順に解説していくぜ。名鉄の名要素一つ目は、名古屋本線に運行上の支障が多いことだ。名古屋本線って岐阜から豊橋まで走る名鉄の主要路線だよね。その通りで、名古屋本線が名鉄の中でも一番の主要路線で、多くの路線が名古屋本線から枝分かれするように建設されているぜ。そんな名古屋本線には運行上の支障になってしまっている箇所が4箇所ある。4箇所もあるの？だから名古屋本線のダイヤはうまく考えられて組まれているんだ。まず一つ目が終点の名鉄岐阜駅の手前にあるんだけど、駅の手前の数メートルだけが単線になっているぜ。それだと駅の出入りをしっかりと考えないと効率悪くなっちゃうね。でも、なんで駅の手前の数メートルだけが単線になっているのかな？それは第二次世界大戦の時に、資材不足になってしまったからだぜ。もともと複線で建設されていたけれど、当時はそれほど列車の本数が多くなく、単線で問題ないと判断されて、岐阜駅から茶寿駅までの区間が単線化されたんだ。戦後単線化された区間は再び複線化されたんだけど、岐阜駅の手前の部分は再び鉄橋を架ける必要があって、鉄橋を架ける余裕はなかったから単線のままになったんだぜ。その後も複線化されることなく今に至っている感じなんだね。今後も複線化されることはないのかな？以前複線化する計画はあったんだけど、予算がネックになって頓挫したんだ。あと今は JR の高架の橋脚がある関係で、複線化を行うとなると、かなりの大規模な工事が必要になってしまうから、今後複線化の工事を行う可能性はかなり低いと思うぜ。そうなんだね。二つ目のボトルネックは琵琶島分岐点だぜ。確か名古屋本線と犬山線が合流するところだよね。名古屋本線の上り列車と犬山線の下り列車が同時に通過できないから、そうならないようにうまいことダイヤが組まれている。それでも朝夕のラッシュ時間帯やダイヤが乱れた時は琵琶島分岐点を列車が通過するのを待つために徐行したり停車したりすることもあるんだ。だったら立体交差にしたらいいのに。立体交差化の工事はできないのかな？できないこともないと思うけど、莫大な費用がかかるから立体交差化の工事はしないと思うぜ。琵琶島分岐点を通過して、すぐの場所に庄内川を渡る鉄橋があって、運行を止めずに、琵琶島分岐点の立体交差化をしようとすると、その庄内川の鉄橋も、架け替えないといけなくなるんだ。さらに琵琶島分岐点周辺はすぐ近くまで、住宅街が広がっているから、用地買収が必要になってきて、費用がかさんでしまうんだぜ。そう聞くと琵琶島分岐点の立体交差化は、かなりの金額が必要になってくるって、簡単に想像できてしまうね。立体交差化せずに平面交差のままなの納得できたわ。三つ目の支障になっているポイントは、名鉄名古屋駅だぜ。名鉄名古屋駅って名鉄のメインターミナル駅だよね。ターミナル駅が運行上の支障になっているの？霊夢はターミナル駅と聞くと、どういった感じの駅を思い浮かべるかな？やっぱりホームがたくさんあって、緩急接続がうまくできるようになっているイメージかな？
実は名鉄名古屋駅はそのイメージとは、無楽の駅なんだ。名鉄名古屋駅は3面2線の構造になっていて、同じ方面への列車は、1本しか駅に優先できないんだぜ。名鉄の中でもかなり重要な駅なのに、ホームに停車できる線路は2本しかないの。だから名鉄名古屋駅では、緩急接続を取るダイヤを組めないんだ。基本的に、同じ方面に進む列車を1本ずつさばいている。名鉄名古屋駅は名要素満載な駅だから、また後で詳しく解説していくぜ。名鉄名古屋駅って、名要素がいっぱいあるんだね。どんな名要素があるのかすごく気になるな。最後の支障になってるポイントは、名古屋本線の起点豊橋駅だぜ。豊橋駅はどんな支障があるのかな？実は、名鉄の豊橋駅は JR の豊橋駅を曲がりして営業していて、ホームが一つしか使えないんだ。しかも豊橋駅から平井信号場までは、JR 飯田線と線路を共用していて、最大でも、1時間あたり上下6本ずつしか運転できない。だから普通列車と準急列車は、全部稲駅止まりになっていて、豊橋駅まで運転されるのは、急行以上の種別だけになっているぜ。他のところよりもかなり制限があるんだね。でも、なんでこういう状態になっているのかな？この区間の建設が計画されていた頃は、まだ名鉄という形ではなく、愛知電気鉄道という形で経営を行っていて、JR 飯田線も豊川鉄道という鉄道会社が運行を行っていたんだ。当時の愛知電気鉄道は、経営状態的に余裕がなく、稲駅から豊橋駅までに至る区間を、複線で建設するお金がなかったんだぜ。だから豊川鉄道の線路と駅を曲がりする形で、豊橋駅まで延伸することにしたんだ。愛知電気鉄道が名鉄になり、豊川鉄道が国有化されても、そのままの状態で運行が続けられて今に至るぜ。建設当時の資金不足が原因だったんだね。並行している東海道本線とは一時期、スピードを競い合っていたけど、こういった制限がある中争っていたんだぜ。霊夢は無人駅と聞いたら、どんな駅を思い浮かべる？ホームが1、2個あって簡単な駅舎があれば、全然いい方ってイメージかな。多くの人は無人駅と聞いたら、普通そういう感じの駅をイメージするよな。だけど、名鉄にはそういうイメージに反した無人駅があるんだ。それが豊明駅だぜ。豊明駅ってどんな駅なの？豊明駅は愛知県豊明市にある名古屋本線の駅で、3面6線の構造になっているのにもかかわらず、駅員がいない無人駅になっているぜ。駅の隣には豊明検車区が設置されていて、豊明止まりの列車や、豊明始発の列車も多く設定されている。豊明止まり、豊明始発の列車が設定されているなら、駅員がいてもいい感じがするのにね。なんで3面6線もある駅なのに、無人駅になっているのかな？もともとは2面4線の対比設備がある有人駅だったんだけど、検車区を併設するにあたってホームを増設して、豊明止まりの列車や豊明始発の列車がそのホームを使うようになったんだ。だけど1日あたりの乗降人数が5000人前後しかおらず、併設されている豊明検車区の人が、列車の増解決といった、本来の仕事と同時に乗客の案内をすることが多かったこと。隣の前後駅は利用者が多い有人駅で、アクセスも良好なことから、豊明駅に1000人の駅員を配置しなくても、問題ないと判断されて、2004年に無人化されたぜ。なるほど、そういった背景があって、日本一大きい無人駅が生まれたんだね。名鉄の名要素の背景を見ると、全部面白い理由ばかりで、他の名要素も早く知りたくなってきたよ。お、霊夢も名鉄の沼にはまりかけてきたな。日本一大きい無人駅の次は、朝夕しか列車が走らない超短いけど、名鉄にとって重要な路線だぜ。ちょっと情報量多くない？あまり要点がつかみきれてないけど、そんな路線が名鉄にあるの？それがあるんだぜ。筆行線という路線で、大駅から東名古屋港駅までの全長 1.5 キロの路線だ。全長 1.5 キロ。すごく短くない？しかも列車が走るのは基本的に、6時から8時にかけての時間帯と、16時から21時までの時間帯だけだぜ。日中の時間帯は列車の運行がないんだね。でもなんでこういう運転形態になっているのかな？それは東名古屋港駅周辺にある、工場で働く従業員を運ぶことが目的の路線だからだぜ。東名古屋港駅があるのは名古屋港の工場地帯で、駅周辺を散策すると色々な企業の工場が立ち並んでいる。そういった工場で働く人以外の需要がほぼなく、結果的に工場で働く人たちの、通勤、帰宅時間帯だけの運行になっているんだ。なるほど、日本のものづくりを支えているから重要な路線なんだね。確かにそうなんだけど、そういう意味で重要っていうことじゃないんだ。実は名鉄の新しい車両や役目を終えた車両は、ほぼ必ず筆行線を通るんだ。どういうことかな？筆行線の大駅と東名古屋港駅の間には、非常に珍しいダイヤモンドクロッシングがある。ダイヤモンドクロッシングとは、線路同士が平面交差している構造のことで、筆行線の場合、名古屋臨海鉄道の東筑線と交差している。そして東筑線の終点、名電筑行駅と、筑行線の東名古屋港駅は線路で繋がっていて、豊川にある日本車両の工場で作られた新しい車両は、
JR 貨物によって JR の笠寺駅まで運ばれ、名古屋臨海鉄道が東筑線と筑豊線を経由して大駅まで運び、納車されるんだ。そして役目を終えた車両は逆のルートをたどって名電筑豊駅まで運ばれて、運びやすい大きさに切断されてトラックに積み込み、スクラップ工場に運ばれる形になっている。おお、それは確かに名鉄にとってすごく重要な路線だって言えるね。さらにすごいのがここからだぜ。実は名鉄は昔貨物輸送を行っていて、その名残で東名古屋港駅から先も線路が伸びていて、埠頭の仲間で線路が繋がっているんだ。そして日本車両で製造された海外向けの車両は、この線路を使って埠頭まで運ばれて、輸出されているぜ。名鉄だけではなく日本の鉄道業界にとって、重要な路線でもあるんだね。これで朝夕しか列車が走らない、超短いけど重要な路線、の意味が理解できたよ。やっぱり名鉄を語る上で、初心者に優しくない複雑なダイヤは外せないぜ。名鉄のダイヤってそんなに複雑なの？多分日本にあるどの鉄道会社よりも複雑だと言える。その象徴が種別変更だぜ。名鉄では途中駅で準急から急行になったり、急行から普通になったりするんだ。え、そんなことあるの？他の鉄道会社ではあまり聞かないけど。それが名鉄のあるあるなんだぜ。例えば名鉄岐阜駅5時18分発の普通知多半田行きは、塚口までは普通列車としての運転なんだけど、塚口からは準急列車として運転されて、名鉄名古屋から再び普通列車として運転されるんだ。こういう途中駅での種別変更は、始発から通勤通学のラッシュの時間帯と、終電に近い時間帯に設定されているぜ。1回だけじゃなくて2回も種別変更することあるんだね。そこに追加して特別停車が加わってくるから、さらに複雑になってくる。例えば名古屋本線にある大里駅は、急行の通過駅ということになっているんだけど、ラッシュ時間帯だけ一部の急行は停車するダイヤになっているんだ。他にも豊橋駅の一つ手前の稲駅は、特急が停車しない駅なんだけど、一部の特急列車は稲駅に特別停車するダイヤが組まれている。臨時停車と似てる感じだけど、特別停車は臨時停車と何が違うのかな？例えば近くでイベントが開催されて、いつもよりも利用者が多いから、その日だけいつも通過している列車を停車させるのが臨時停車だぜ。反対に特別停車は、普段の利用者の動向から、本来なら通過する種別の列車を、決まったタイミングだけ継続的に停車を行うことだぜ。なるほど、そういう違いがあるんだね。でも名鉄はなんで複雑なダイヤになるのに、種別変更や特別停車をやってるんだろう？それは限られた車両と設備の中で、利用者の需要をしっかりと拾うためだぜ。特別停車や種別変更は、基本的に始発から通勤通学ラッシュの時間帯と、帰宅ラッシュの時間帯から終電にかけての時間帯に多い。名古屋本線から枝分かれしていくように、他の路線が伸びている名鉄の特性や、限られた車両の数で、うまく各駅の需要をしっかりと拾うことを考えたら、ちょっと複雑になったとしても、種別変更や特別停車をした方が、各駅の需要をしっかりと拾えると判断して、名鉄のダイヤでは種別変更や特別停車は、多く設定されているんだ。各駅の利用者の需要を漏らさないようにしっかりと考えた結果が、特別停車と種別変更なんだね。ここまで名鉄の名要素ポイントを解説してきたけど、一番の名要素は、やはり3面2線しかない名鉄名古屋駅だぜ。名古屋本線のボトルネックになっている駅だよね。最初の方で解説した通り、名鉄名古屋駅は名古屋本線のボトルネックになっている。名鉄名古屋駅には、名古屋本線を走る列車だけではなく、犬山線や津島線、常滑線、甲和線、宇都宮線、西尾線に直通する列車も乗り入れていて、すべての列車が停車するから、名鉄名古屋を発着する列車の本数はかなりの数だぜ。名鉄名古屋駅を発着する列車が一番多いのは8時台で、豊橋方面が28本、岐阜犬山方面が27本ずつ発車するダイヤになっている。それって、2分に1本の間隔で列車が発着しているってこと？3面2線しかない名鉄名古屋駅でどうやってさばいているの？外側の1番、4番ホームを乗車専用、内側の2番、3番ホームを降車専用にして、駅に到着したら両側のドアを開き、乗客の乗降を行うことで、列車の停車時間が短くてもたくさんの乗客が乗り降りできるようにしている。だから3面2線という構造でも、2分に1本間隔で来る列車をさばけているんだ。うまく工夫しているんだね。名鉄名古屋駅の工夫はこれだけではないぞ。列車の方面別に乗車口を変える工夫もしているんだ。岐阜犬山方面は名古屋本線系統の普通列車、名古屋本線系統の優等列車、津島線系統の列車、犬山線系統の普通列車、犬山線系統の優等列車で乗車口が分かれている。だから名鉄名古屋駅に行くと、列車待ちの列がたくさんあって、初見の人だとどの列に並ぶといいのか悩むことが多いんだ。めちゃくちゃ複雑だね。何かどこに並べばいいか分かる目印とかないのかな？ちゃんと用意されているぜ。真ん中の降車専用ホームの上に、乗車口の位置を示す案内板が設置してあって、次に来る列車の乗車位置は、下に緑色のランプが点灯するようになっているんだ。
その緑色のランプが点灯している場所に並べばいいんだね。そういうことだぜ。あとは校内での到着アナウンスでも乗車位置を案内しているから、そのアナウンスを聞いてから並ぶのもおすすめなんだけど、実は列車の到着アナウンスも注目ポイントなんだ。もしかしてアナウンスがめちゃくちゃ早口だったりするのかな？ただでさえ複雑な名鉄名古屋駅のアナウンスが早口だったら、初めて利用する人はパニックになっちゃうよ。名鉄名古屋駅のアナウンスは自動放送じゃなく、全部駅員による肉声放送なんだ。え、全部駅員さんの肉声放送で到着列車のアナウンスをしているの？なんで自動放送じゃなく肉声放送でアナウンスしているのかな？それはあまりにも複雑すぎて、自動放送では対応できなかったからだぜ。一般的な駅であれば行き先と列車種別、発車時刻を最低限案内すれば大丈夫だ。だけど名鉄名古屋駅の場合、そこに乗車口のアナウンスも必要になってくる。さらに言えば、種別変更や特別停車があるとそれも案内しないといけない。そしてダイヤが乱れるとほぼ高い確率で駅に到着する順番が入れ替わってしまうんだ。だから名鉄名古屋駅の到着案内を自動放送化することはほぼ不可能に近い。そういうこともあって名鉄名古屋駅では、各ホームに設置されている専用のブースで、到着案内を肉声で行っているんだぜ。あまりにも複雑すぎて自動放送化ができないんだね。なんか専用のブース、秘密基地感があって私も中に入ってみたいな。こういう他の駅では見られない要素が名鉄名古屋駅は多いんだ。今回はネットで名鉄とよく揶揄される、名鉄の名要素について解説してきたけど、霊夢はどう感じたかな？確かに他の鉄道会社ではなかなか見ない名要素が名鉄は多いなと感じたけど、でもそういった名要素は、限られた設備でも利用者が便利に利用できるように考えられた。名鉄の創意工夫だってことが分かったよ。そうなんだよな。名鉄の名要素って、名鉄誕生までの歴史と、限られた設備の中で、利用者の利便性を確保する工夫を考えた結果が詰まっているんだ。なんか一度名鉄の全ての路線を乗り通してみたくなってきたよ。いいね、今度行こうぜ。今からすごく楽しみだな。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てほしいぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢の好きな駄菓子は何だ？そうね、うまい棒かな。特にコンポタ味が大好きよ。おお、うまい棒か。お手頃価格だし、いろんな味があっていいよな。そうね、本当に名前の通りうまい棒だよね。でも、世の中には、うまい棒ならぬ、まずい棒なんてものも存在するんだ。え、まずい棒？パロディのお菓子かな？一体どれだけまずいの？いや、味は全然まずくないんだ。え？まずくないのにまずいって言っちゃうの？まずい棒を売り出しているのは、実は鉄道会社なんだ。え？鉄道会社がお菓子を売ってるの？そうだぜ、まずい棒を売っているのは、千葉県の銚子電鉄だ。不思議ねえ、しかも、なんでまずい棒なんだろう？この銚子電鉄は、ちょっと変わった鉄道会社なんだ。まずい棒がなんでまずい棒なのかも含めて、銚子電鉄がどんな鉄道会社なのかを、解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。銚子電鉄は、千葉県銚子市に本社を置く鉄道会社で、JR 総武本線の銚子駅から外川駅までの路線、銚子電気鉄道線を運営しているんだ。その歴史は長くて、開業は1923年の7月だぜ。今年で100周年なんだね。銚子電鉄の前身は、1923年に銚子電鉄として開業する10年前、1913年に開業した銚子遊覧鉄道だ。銚子では、当時漁業や醤油醸造業、石材業が繁栄していたのに加えて、景勝地として知られる犬吠埼への観光客が増加していた。そして貨物運搬と、観光客の輸送のために、銚子駅から犬吠駅の間で開業したのが、銚子遊覧鉄道だったんだ。犬吠埼は、初日の出で有名だもんね。そうだぜ、犬吠埼は離島や富士山頂などを除いて、日本一早く初日の出が拝める場所だ。現在も銚子電鉄は、大晦日や正月に、臨時列車を運行しているぐらいだからな。しかし、銚子遊覧鉄道は、開業からわずか4年の、1917年に廃線になってしまったんだ。え？なんで？経営が赤字続きだったのと、第一次世界大戦で国の情勢が悪化して、路線を維持するのが困難となったからだぜ。その6年後の1923年には、有志たちによって、銚子鉄道株式会社が設立されて、再出発を果たした。犬吠駅から外川駅まで路線が延長されたんだ。戦後は銚子電気鉄道に社名を改称。現在も開業当時から変わらず、銚子駅から外川駅の間で運行しているぜ。100年も続いてるのはすごいよね。そんな銚子電気鉄道線は、全長 6.4km の路線で、駅数は10駅、全線が銚子市内にあるんだ。車両は、電車を6両持っていて、現在は全て元京王の車両となっている。2000型電車は、当初は京王の2010系として生まれた車両で、一度愛媛県の伊予鉄道に譲渡されて、800系電車として活躍していた車両が、再度銚子電鉄に譲渡されたものだ。
3000形電車は、当初京王の5100系として生まれた車両で、こちらも一度伊予鉄道に譲渡され、700系電車として走っていた車両だ。銚子電鉄の車両は、2回も鉄道会社が変わってるんだね。ダイヤは、ラッシュ時以外はほぼ1時間に1本の運転で、2両編成の電車が最高時速 40km で走っている。のんびりとしたローカル線って感じね。でも、この銚子電鉄がなんでまずい棒なんてお菓子を売ってるの？それには銚子電鉄の苦難の歴史が関係しているんだ。銚子電鉄は、過去に何回もの経営危機を乗り越えてきているんだ。前身の銚子遊覧鉄道も経営難で廃線となってしまっているが、銚子電鉄の経営も順調ではなかった。1923年に開業してからしばらくは、観光客や沿線人口の増加で経営は比較的好調だったんだが、戦争によって鉄道施設を焼失して、長期運休を余儀なくされた。そして戦後は1960年に京成グループの千葉交通の傘下に入ったんだが、この時すでに路線の存続が厳しいぐらいの経営難となっていたんだ。高度経済成長の時代にも経営が厳しかったのか。1969年には銚子市からの助成が開始され、1975年からは国や千葉県からの助成が開始された。1990年には京成グループの千葉交通から、千葉県東金市の内野工務店に経営権が移って、銚子電鉄は内野工務店が設立した子会社、銚電工さんの子会社となったんだ。内野工務店の傘下に入ってからは、駅や沿線に花を植えたり、犬吠駅に美術館をオープンさせたり、駅をきれいに改築したりと、観光路線化に力を入れられたんだ。綺麗な駅、西洋のお城みたいね。しかし、内野工務店は、バブル期に計画したゴルフ場の開発に失敗して、1998年に経営破綻してしまったんだ。あらら。しかも2003年には、内野工務店の社長が、銚子電鉄の借入金を横領する事件も発生した。この横領事件がきっかけで、銚子電鉄はさらに経営が悪化してしまった。2006年には、銚子電鉄の貯金残高は200万円を切っていて、職員の給料も全額支払えないどころか、このままでは車両の検査が行えず、電車の運行すら危うくなってしまったんだ。もう八方塞がりじゃない。その後も2011年に発生した東日本大震災と、その風評被害によって、観光客が激減したり、新型コロナウイルスによって利用者が大きく落ち込んでしまったりしたんだ。逆風に次ぐ逆風ね。銚子電鉄はこの状況をどう乗り越えたの？この経営危機を支えたのが、銚子電鉄が現在力を入れている副業なんだ。霊夢は鉄道会社の副業といえば何を思い浮かべる？不動産とか、ホテル事業かしら？よくあるのはその辺だよな。しかし銚子電鉄はちょっと変わってるぜ。銚子電鉄では、鉄道事業の他に、お菓子などの食品製造販売業を行っているんだ。銚子電鉄の食品製造販売業は、1976年、赤字続きの銚子電鉄の新しい収入源にしようと、当時のヒットソング、泳げたい焼きくんにあやかって、観音駅の売店でたい焼きの製造販売を開始したのが始まりだ。1995年には、銚電の濡れせんべいという濡れせんべいの製造販売を開始したんだ。濡れせんべい、聞いたことあるわ。濡れせんべいは、当時から経営難だった銚子電鉄にとって、増収への足がかりとして製造販売が開始されたんだが、実際に銚子電鉄の経営に大きく貢献したんだ。2006年の経営難の時には、銚子電鉄が公式ウェブサイトで、電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです、というメッセージを掲載して濡れせんべいの購入を呼びかけたんだ。すると、このウェブサイトのメッセージは、たちまち話題になって、全国から濡れせんべいの注文が殺到したんだ。一時は注文の受付を停止するほどの人気となったんだぜ。これによって、銚子電鉄は車両の検査代を稼ぐことができて、電車の運行を継続することができたんだ。すごいわね、濡れせんべいが電車を救ったんだ。これ以降も、濡れせんべいは銚子電鉄にとって、大事な収入源となっていて、収入の約7割が濡れせんべいの売り上げとなっているんだ。7割も？もうほぼ濡れせんべいが本業じゃない。銚子電鉄はその後、その厳しい経営状況を逆手にとって、とにかくお金がないことを前面にアピールした、自虐的な名前のお菓子を売り出すようになったんだ。その一つが、まずい棒だ。ここでまずい棒が出てくるのね。まずい棒は、味がまずいのではなくて、会社の経営がまずい、という意味だぜ。コーンポタージュ味や明太味といったオーソドックスな味のほか、濡れせんべい味のように、いかにも銚子電鉄というような味もあるんだ。濡れせんべい味ってどんなのか食べてみたいな。まずい棒は、2018年の販売開始から、4年間で400万本を売り上げる大ヒット商品となった。これまたすごいわね。まずい棒や濡れせんべいの他にも、佃煮や干し芋、チキンカレーなど、様々な商品を製造、販売しているんだ。干し芋は、電車に乗って干し芋、チキンカレーは、チキンカレーの語呂合わせらしいぜ。さらに過去には、経営状況が痩せ細っているという意味で、ガリッガリ君なんていうアイスも考案されたりしたんだ。
何その名前、すごい自虐ギャグセンスね。最近では、原料価格高騰で、まずい棒の値上げをしなければならなくなった。ということで、気まずい棒という新商品も販売したぜ。味は明日バーお汁味らしいぜ。名前はともかく味が気になるわ。銚子電鉄の食品製造販売業の始まりだった観音駅のたい焼き屋さんも、現在は犬吠駅に移転して営業中で、銚子さんの卵を使用して蜂蜜を加えた生地、そしてあんこには十勝さんの小豆を使用するなど、材料にもこだわっていて、とても美味しいと評判だぜ。食べに行ってみたいな。濡れせんべいやまずい棒などの商品は、犬吠駅や銚子駅などの売店や、濡れせんべい工場の事務所の1階にある、濡れせんべい駅という直売店でも販売しているほか、公式ホームページでも販売しているぜ。そして、この食品製造販売量が好調で、2021年度にはついに黒字化を達成したんだ。すごいじゃない。しかし、銚子電鉄の経営に貢献しているのは、お菓子だけじゃないぜ。銚子電鉄は、お菓子などの食品や鉄道以外にも収入源があるんだ。その一つが、駅のネーミングライツの販売だ。ネーミングライツ？そうだぜ。ネーミングライツとは、施設の名前にスポンサー企業の社名やブランド名などの、入った名前を付ける権利を与える代わりに、その企業から広告料をもらうことだ。銚子電鉄は駅の愛称のネーミングライツを販売したんだぜ。銚子電鉄の収入源にもなるし、スポンサー企業は宣伝になるから、まさにウィンウィンって感じね。一体どんな名前がついたの？それじゃあ、駅の紹介も兼ねて駅ごとに紹介していくぜ。まずは、銚子駅だ。銚子駅は、JR 東日本との共同使用駅で、JR 総武本線との乗り換え駅だぜ。銚子駅の愛称は、塗料開発製造メーカーの株式会社バンジーと、千葉で外壁塗装などを行う、株式会社リプラウドによって命名された。絶対に諦めない、銚子駅だ。ひたむきな感じがいいわね。次は中野町駅だ。中野町駅は、銚子電鉄の車庫がある駅だ。中野町車庫は、昼間であれば、中野町駅で150円の入場券を購入して、駅員に許可を取れば誰でも見学をすることができるぜ。普段から電車の車庫が見学できるなんてすごいわね。そして、中野町駅の愛称は、パチンコ店、パールショップともえを経営している、株式会社カクタによって命名された、パールショップともえ、中野町駅だ。店名をそのままつけたのね、いい宣伝になりそうね。次は観音駅だ。観音駅はスイスの登山鉄道風の駅舎が特徴だぜ。おしゃれで可愛い駅だね。観音駅の愛称は、不動産会社、金太郎ホームが命名。金太郎ホーム、観音駅だ。今度は企業名ね、これまたいい宣伝になるだろうね。次は元銚子駅だ。元銚子駅は、レンガ造りでステンドグラスがある大正モダン風の駅舎が特徴だぜ。元銚子駅の愛称は、京葉東和薬品株式会社が命名。上り銚子、本銚子、京葉東和薬品、元銚子駅だ。スローガンって感じね。また、銚子電鉄では受験生のために合格祈願切符を販売していて、元銚子発、上り列車の銚子行きの切符は、上り銚子で運気を高める切符。銚子発元銚子行きの切符は、銚子が本銚子になる切符。銚子から元銚子までの往復切符は、銚子が悪くても本銚子に戻る切符として、840円で販売されているぜ。すごく縁起が良さそう。続いて笠上黒羽駅だ。笠上黒羽駅は、上下交換可能駅だ。この笠上黒羽駅は、頭皮ケアアイテムの会社、株式会社メソケアプラスによって命名された。髪の毛黒羽、笠上黒羽駅だ。面白い語呂合わせ、メソケアプラス、いい名前つけたわね。薄毛に悩んでいる人は行くと効果あるかも。この命名を記念して、昆布を使用した入場券も販売したんだ。昆布の切符？面白い。もちろん食用じゃないから間違っても食べるなよ、霊夢。失礼ね、それくらいわかってるわよ。次は西足鹿島駅だ。西足鹿島駅は1970年に開業した、銚子電鉄で一番新しい駅だ。住民の要望によって開業したんだぜ。愛称は、機械メーカー、アジサワファインテック株式会社によって命名された。見えないことで、未来を開く、アジサワファインテック株式会社、西足鹿島駅だ。いかにも企業広告って感じね。次は足鹿島駅だ。足鹿島駅は関東地方最東端の駅だぜ。愛称は、一般社団法人日本健康機構が命名した。足腰元気鑑賞法、足鹿島駅だ。なんか元気になれそうね。次は君ヶ浜駅だ。何年か前までは猫の駅長さんがいたのよね。君ちゃんだな、もう亡くなってしまったがな。会ってみたかったわ。そんな君ヶ浜駅だが、銚子市は、UFO の目撃情報がたくさんあったことから、アメリカ、ニューメキシコ州のロズウェルで、UFO が発見された事件、ロズウェル事件にあやかって、銚子市は日本のロズウェルと言われていたんだが、それにちなんで、株式会社ミストソリューションが命名した、ロズウェル、君ヶ浜駅の愛称がついているぜ。駅の雰囲気もちょっと海外風ね。次は犬吠駅だ。
さっき出てきたお城みたいな駅ね。犬吠駅は、関東の駅百選にも選ばれたポルトガル風の駅舎が特徴だ。犬吠先への観光に利用されることも多い駅だぜ。犬吠先までは徒歩15分だ。そんな犬吠駅の愛称は、バンダイナムコエンターテインメントが命名。最高だぜ、上司、アイドルマスターサイド M、犬吠駅だ。アイドルマスターですって？今すぐ行かなきゃ。あと一駅分だから待てないか？そうだったわね、オタク心に火がついてしまったわ。それじゃあ気を取り直して、終点の戸川駅だ。懐かしい雰囲気の駅舎ね、落ち着くわ。戸川駅の愛称は、早稲田ハウス株式会社が命名した。ありがとう、戸川駅だ。最後はシンプルに感謝の言葉、いいわね。誰かに感謝したい時にこの駅名標の写真を送りたいわ。これらの10駅のネーミングライツ販売で、1年間で1160万円の収入となるそうだ。地方鉄道にとっては大きい金額ね。さらに、銚子電鉄は老朽化した変電所の改修工事をするために、さらに驚くような挑戦をしたんだ。驚くような？それは映画制作だ。鉄道会社が映画制作？どんな映画？その名も、電車を止めるな、だ。なんか聞いたことある。内容はもちろん何かのパロディーじゃなくて、銚子電鉄を舞台にしたオリジナルだぜ。ちょっと見てみたいわ。そして、2021年からは電気代を稼ぐために電気を販売しているんだ。電気代を稼ぐために電気を？電力事業だぜ。その名も銚子電鉄電気だ。電気代が6000円の人が一人銚子電力に加入すると、銚子から戸川の1往復分の電気代を確保することができて、1万件加入で、1年間の電気代が確保できるらしいぜ。ちょっと応援したくなるね。加入特典なんかもあるらしいから、気になった人は調べてみてほしいんだぜ。早速調べてみるわ。以上、今回は、ちょっと変わった鉄道会社、銚子電気鉄道についての解説だったぜ。多くの苦難をみんなに支えられながら乗り越えてきた鉄道会社なんだね。これからもずっと走り続けられるように、応援してあげたいわ。そうだな。それでは、今回の動画はここまでだ。この動画がもしよければ、チャンネル登録と高評価をよろしくだぜ。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はカオスすぎる私鉄こと近鉄について紹介するぜ。近鉄って、日の鳥や島風などの有名な特急を走らせている会社よね。なんでそんな会社がカオスって言われているの？では、その理由を解説していこう。近鉄のカオスなところを知っている人はコメント欄で教えてくれよな。いいねも押してくれたらとっても嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってねー。そもそも近鉄ってどんな会社なの？近鉄の正式名称は近畿日本鉄道といって、関西を中心に路線網を持つ大手私鉄のうちの一つだ。関西といえば、他にも阪急や南海、京阪、阪神などの私鉄も有名だよね。そんな近鉄の特徴は、なんといってもその路線網の広さだ。路線総延長は 501.1km であり、これは私鉄では最も長い距離だぜ。500km？ そんなに多くの路線を持っているの？路線網は大阪、京都、奈良、三重、愛知の2府3県をカバーしていて、その中でも奈良県と三重県は近鉄王国と言われるほどなんだ。近鉄王国？霊夢は鉄道と言われて真っ先に思いつくのはどの会社だ？それはやっぱり JR でしょ。そうだな、地域によって私鉄の名前が上がることもあるかもしれないが、日本人の多くは鉄道といえば JR という答えが多いだろう。だが、奈良県と三重県の人たちにとって、鉄道といえばほとんどの人が近鉄と答えるはずだぜ。どうして近鉄なの？それは両県の路線や駅の充実度の違いだ。奈良県奈良市の中心駅は、近鉄奈良駅と JR 奈良駅の2つの駅があるんだけど、近鉄奈良駅の方が市街地や主要な観光地が近いんだ。近鉄の駅の立地がいいのね。それに加えて JR は大阪から奈良間で大和路快速を毎時4本運転しているが、近鉄は快速急行を毎時6本運転しているほか、ラッシュ時には特急も走っているぜ。本数も近鉄の方が便利そう。京都から奈良間においても JR 奈良線は一部区間が単線であるのに対して、近鉄の路線は全線が複線だから線路の設備においても近鉄の方が上なんだ。そもそもの線路の環境に差があるんだね。これでも、大阪から奈良間や京都から奈良間の輸送に、JR が力を入れ始めたのは民営化した後からで、国鉄の時代はこれらの路線は電化すらされておらず、つい最近まで機動車が走っていたぐらいなんだ。そもそも設備投資の面で近鉄に大きく遅れをとっていたのね。それもあって、2021年の JR 奈良駅の1日平均利用者は2万6000人に対して、近鉄奈良駅の方は1日平均4万2810人が利用しているんだ。これだけ利便性や設備面に差があれば近鉄が有利なのも納得だわ。また、三重県でも鉄道の覇権を握っているのは近鉄だ。近鉄名古屋線は JR 東海の関西本線と並走しているんだけど、
関西本線は一部単線の非電化路線の上、名古屋から三宮線に直通して伊勢方面に向かう列車は、快速三重が1時間に1本運転されているのみなんだ。1時間に1本?ちょっと時間を気にして計画を立てないといけなそうだね。一方で近鉄名古屋線は全線が複線の電化路線で本数も多く、名古屋から四日市やつのほか、伊勢や鳥羽、賢島方面への、三重県内の鉄道での移動は近鉄が圧倒的に有利と言えるな。どう見ても近鉄の方が本数が多くて利用しやすそうだね。その結果は駅の利用者にしっかり現れていて、県庁所在地である津駅の1日平均利用者は JR が2612人なのに対して、近鉄は1万1866人の利用者がいるんだ。4倍以上も差があるじゃない。ここまで JR を圧倒するなんて、近鉄ってかなりすごい会社なんだね。さらに、近鉄は大阪から名古屋間で火の鳥という名阪特急を走らせているんだ。大阪から名古屋間といえば東海道新幹線が走っているよね。そうなんだ、所要時間では新幹線にかなわないものの、火の鳥はその豪華な座席と充実した車内環境のほか、大阪の中心部である難波に乗り入れることで、新幹線とシェアを争っているんだ。新幹線とも勝負するなんてかなり強気な経営をしているんだね。そんな近鉄はカオスナ駅が存在する鉄道会社としても知られているんだ。そんなカオスナ駅の一つが、鶴橋駅だ。鶴橋って、大阪にある駅だよね。その通りだ。鶴橋駅は大阪市生野区と天王寺区に位置している駅。近鉄大阪線と奈良線、および JR 西日本の大阪環状線が乗り入れている駅だ。近鉄から JR に乗り換えられる便利な駅なのね。この駅の1日平均利用者は近鉄だけでおよそ12万人。これは近鉄の全駅で3番目に多い利用者数となっているぜ。さすがは乗り換え駅なだけあってかなりの人が利用しているんだね。そんな近鉄の鶴橋駅にはネタになるような要素がたくさんあるんだ。まずは、日本一小さなファミマだ。日本一小さなファミマ?そうなんだ、広さは2畳半ほどしかない。ホーム上の売店のようなコンビニだぜ。小さすぎる、なんだか違和感がすごいわ。ただ、このファミマは2021年に閉店してしまったんだ。あら、記念に行ってみようと思ったのに残念だわ。次に紹介するカオスポイントは改札が狭すぎる点だ。近鉄の改札口は、西口と東口に2箇所あるんだけど、それがこれだ。何これ？本当に1日12万人が利用している駅の改札口なの？確かに鶴橋駅は1日12万人の人が利用しているんだけど、利用者のほとんどは JR に乗り換える人が大半で鶴橋駅で降りる人はそれほど多くはないんだ。だから、JR と近鉄を乗り換えられる自動改札はたくさん設置されていて、改札を1回通るだけで乗り換えられるようになっているんだ。それはとても便利だね。ただこの改札を出口と間違えて通過する人が多くて、エラーで改札に引っかかる人が多いようだ。あらら、便利なのが裏目に出ちゃってるね。これが日中ならまだしもラッシュ時だと後続の人にまで影響してしまう。うわぁ、気まずいなんてもんじゃないね。乗り換え改札前には出口ではありませんという、巨大なディスプレイで案内されているんだけど、少なくとも1日100回以上はエラーが出ているようだ。まあ、確かに出入り口の改札より乗り換え改札の方が広い駅って、あんまり見かけないから、こっちを出口と思ってしまうのもわかるような気もするわ。これはかなりの初見殺しと言えるな。だが、近鉄鶴橋駅にはさらに初見殺しな要素があるんだ。これ以上の初見殺しって一体何があるのよ？それが近鉄鶴橋駅の一番線ホームだ。一番線？鶴橋駅は JR との乗り換えが便利なため、特急と含めて全ての列車が停車する駅なんだ。近鉄にとっても主要な駅ってことなんだね。しかし、近鉄鶴橋駅の一番線のホームには、伊勢、賢島方面の特急島風名古屋方面の特急火の鳥など、各方面に向かう特急列車のほか、奈良方面に向かう快速急行などの列車が同じ一番線ホームから出発しているんだ。どの列車も行き先がバラバラじゃない？そうなんだ。そして、その中でも特に乗り間違えたらヤバい列車が、9時26分に鶴橋駅を発車する特急賢島行きだ。この列車は鶴橋を出ると次の停車駅は伊勢市だ。伊勢市って、あの三重県の伊勢？そうだぜ、距離にして 135km、1時間30分も駅に停車しないんだ。ひぃ、乗り間違えたら大変だわ。ちなみにこの列車は土日のみの運転だぜ。休日に気軽に奈良まで行こうと飛び乗ったら大惨事だね。その他にも11時6分に発車する特急火の鳥は、鶴橋を出ると次の停車駅は三重県の津に止まるぜ。とにかく油断していたら三重県に連れて行かれるってことね。注意すべき点は特急以外にもあって、一番線から出ている奈良行きの快速急行は、鶴橋を出ると次の停車駅は生駒となっているんだ。生駒？生駒は奈良県の駅で、鶴橋からは 17km 離れているんだ。なんだ、たった 17km か。おい、感覚がバグっているぞ。この快速急行はとにかく停車駅が少なくて、準急や急行が停車する駅を容赦なく通過するんだ。また、朝夕の運転される大阪線の快速急行は、鶴橋を出ると次の停車駅はこれまた奈良県の五井道駅となっているぜ。快速急行はとにかく隣の県に連れて行かれるってことなんだね。
そうなんだ。だから鶴橋駅から近鉄を利用する場合は、行き先と途中の停車駅をよく確認してから乗ることをお勧めするぜ。わかったわ。視聴者さんの中で、目的地とは違う場所に連れて行かれた経験のある人は教えてほしいわ。続いて近鉄のカオスな駅をもう一つ紹介しよう。もうさっきの鶴橋でお腹いっぱいなんだけど、まだカオスな駅があるの？ああ、その駅が大和西大寺駅だ。大和西大寺駅は奈良県奈良市にある駅で、奈良線、橿原線、京都線が乗り入れている駅だ。そのため行き先も様々あって、奈良方面、大和八木、橿原神宮、天理、名古屋、伊勢志摩、大阪難波、神戸三宮、京都、さらには京都市営地下鉄烏丸線の国際会館まで行くこともできるんだ。まるで高速道路のジャンクションだね。まさにその通りで東西南北の各方面に路線が伸びているため、ある意味、鶴橋駅より初見殺しな駅と言えるな。さらに注目するべき点は駅の分岐器だ。この大和西大寺駅は3つ路線が交差していることから、駅構内には28個の分岐器が設置されているんだ。分岐器だらけじゃない。しかも、各方面に向かう多くの列車が、3面5線のホームにひっきりなしに行き交っていることから、乗り間違いもかなり多い駅でもあるぜ。何か規則性はないの？強いて言えばなら、橿原神宮前、天理方面は1、2番線。橿原神宮前、天理方面は稀に6番線からの発車。京都方面と大阪難波、三宮方面の列車は3、4、5番線から発車しているぜ。ちょっと待ってよ。京都と大阪って全然行き先が違うじゃない。そうなんだ。しかも、乗り継ぎが考慮されているためか、時間帯によっては大阪行きと京都行きの特急列車が、隣同士のホームから発車することもあるんだ。うわぁ、こんなの間違えるなって言う方が無理でしょ。そのため大和西大寺駅の列車案内には行き先をご確認くださいという注意書きがしてあるぐらいなんだ。利用するときはよく見てから利用した方がいいわね。最後に近鉄の乗って楽しいおすすめの観光列車を紹介しよう。ワクワク。まずは近鉄特急島風。おお、近鉄の代表的な列車だね。島風は土休日を中心に、大阪、京都、名古屋の各方面から伊勢志摩までを結んでいる列車だ。車内は3列席のプレミアムシートのほか、個室や食堂車も備わっているんだ。食堂車のメニューは、ハマグリのシーフードピラフや松阪牛が 100% 使用されたカレー、松阪牛重など三重県の名物が使われたメニューが豊富なんだ。今時列車に食堂車があるのも珍しいわね。その他にもスイーツセットや車内の限定メニューが用意されているんだ。これはぜひ乗って食堂車で美味しいご飯を食べたいわ。食堂車以外にも売店では島風の限定グッズが売っているぜ。乗車した記念に買っていくわ。続いて紹介するのは特急青によし。この列車は日本のことである京都と奈良、そして大阪を結んでいる列車だ。くつろぎの歴史旅をコンセプトに、1300年前の歴史文化を感じられる列車となっているぜ。ことに似合ったレトロなデザインの列車だね。車内では限定のスイーツや軽食を販売しているほか、車内には沿線に関する書籍が置かれていて、乗車中は自由に読むことができるんだ。車内で本を読むことができるんだ。なんだか斬新だわ。座席は二人で向かい合って座るツインシートと、グループ用のサロンシートがあるんだ。それじゃあ一人での利用はできないの？一人で利用する場合は、一人分の料金と子供料金を支払うことで利用できるぜ。一応一人でも乗ることはできるのね。続いて紹介するのは青の交響曲シンフォニーだ。この列車はどこを結んでいる列車なの？青のシンフォニーは近鉄南大阪線の大阪阿部野橋駅から、奈良県南部の飛鳥、吉野方面を結んでいる列車だ。車内では吉野の柿を使ったスイーツや吉野の地酒飲み比べセットが販売されているぜ。スイーツ好きな女子にも酒好きな男性も楽しめそうな列車だね。ということで今回は近畿日本鉄道の紹介だったぜ。その路線網の長さゆえに観光列車もたくさん走っているんだね。その他にも同じホームから違う行き先の列車が発車している駅や、初めて利用するときは注意しないといけないことなど、いろいろと勉強になったわ。この動画を見て思ったことや意見などぜひコメントに書いてくれると嬉しいぜ。今回紹介した以外にも紹介してほしい近鉄の情報があったら教えてね。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やばい、今月の収支がマイナスだ。クレカの請求が給料の倍以上来てる。大赤字じゃないか、やばすぎるだろ。ああ、私も大企業の社長だったらこんなこと気にせず金を使えるのに。むしろそっちの方が気にすると思うぞ。ローカル線はなおさらな。そうだね。ローカル線って経営カツカツなイメージがあるよ。
実際はどうなるのか気になるわ。じゃあ、今回はローカル私鉄15社の経営状況を説明するぜ。レッツゴー。まずは1社目。道南いさりび鉄道だぜ。この路線は聞いたことないな。道南いさりび鉄道は、もともと JR の路線だったんだ。江差線といって、函館、五稜郭から江差という場所を結ぶんだぜ。でも、北海道新幹線開業後は、経営分離でこの道南いさりび鉄道になったんだ。一部区間を廃止にして、木古内から五稜郭の間までになったけどね。そうだったんだ。この企業の1日の輸送密度は480人なんだ。それって多いの？少ないの？結論から言うと、少ない。主要幹線の路線は、もっとあるんだ。そうなんだね。でも最近はコロナウイルスの影響で、主要路線でも輸送密度が下がっているぜ。ちなみに、いさりび鉄道の経営損益は、2億1660万円の赤字だぜ。やっぱり赤字だね。二つ目は、三陸鉄道だ。輸送密度は411人なんだ。そして、2022年の決算の経常損益は、6億7653万円だったぞ。三陸鉄道は、岩手県のリアス式海岸沿いを走る路線なんだ。今年は観光客や団体の利用が増えたんだけど、リピーターで使う人の需要は減ったんだ。沿線の少子化や、人離れが激しいらしい。日常的に使う人がいないと厳しいよね。そうだな。今後の展開として、観光客を誘致する臨時列車や、物産販売で増収に取り組んでいくらしい。これからの活躍に期待だね。次の企業だぜ。三つ目は、山形鉄道だ。山形に私鉄なんてあったの？私も調べるまで知らなかったぜ。山形鉄道は、米沢付近の今泉から荒戸、赤湯という場所を結んでいるらしい。説明しているけど、正直全くイメージがない。そうなんだ。で、この会社の羽振りはどうなの？輸送密度は404人で、経常損益は2015年度で5900万円だったぜ。この企業は、もともと沿線の少子高齢化であまり羽振りが良くなかったんだ。でも、予定では2020年には黒字に戻すことが見込まれていたんだ。2020年って、コロナが始まったよね？そうなんだ。その影響もあって、赤字は続いているんだ。大変だね。でも、観光地は魅力的なんだ。沿線には花や桜の回廊が多くあって、赤湯温泉なんかもある。知らなかったけど、ぜひ行ってみたいね。ぜひそうしてくれ。四つ目は、いすみ鉄道だ。いすみ鉄道は千葉の房総半島を走る路線なんだ。千葉の外房線の駅、大原から、上総中野という場所を結ぶんだぜ。この路線の羽振りはどうなの？この路線の輸送密度は385人で、赤字額は約1億7900万円なんだ。この企業は、そのような状況でも、V 字回復を遂げたんだ。え？それすごいじゃん。どうしてそうなったの？沿線の観光地と車両が要因なんだ。いすみ鉄道の沿線には、数多くの菜の花畑があるんだ。鉄道ファンだけじゃなく、一般の観光客も訪れるくらい人気なんだぜ。綺麗そうだねー。本当にその通りだぜ。毎年3月くらいには満開なんだ。だから行ってみると良いぜ。そうだね。みんなで行って沿線を盛り上げよう。5つ目の路線だぜ。5つ目は、若狭鉄道だ。聞いたことがないなぁ。どんな路線なの？若狭鉄道は、鳥取県を走る路線なんだ。もともと国鉄路線だったけど、それを第三セクターとして引き継がれたんだ。路線は工芸駅から、若狭駅までの9駅の短い路線なんだ。そうなんだ。羽振りはどうなの？2014年の損益額は、3153万円の赤字で、輸送密度は1日384人なんだ。そうなんだね。この会社の魅力を教えてよ。沿線には、はやぶさ駅という駅があって、ライダーに有名な駅なんだ。はやぶさっていうバイクと名前が一緒だからね。毎年8月にはやぶさ駅祭りっていうのがあって、全国各地から数千台のライダーが集まるほどなんだ。それはすごいね。そして沿線には、路線の名称のように、桜の木があるスポットが多いぜ。桜いいねー。他にも、国鉄時代の SL が保存されている若狭駅もおすすめだぜ。蒸気機関車と桜、自然、日本らしい風景が残っているんだね。そうだな、ぜひ行ってみたい観光路線だぜ。6つ目の路線だぜ。6社目は、津軽鉄道だ。鉄道の営業損益は、2022年で約5800万円だぜ。輸送密度は、約381人なんだ。そうなんだ、この路線って、ストーブ列車の路線だっけ？その通り、津軽鉄道は、ストーブ列車を売りにしてるぞ。客車の中にだるまストーブがあって、温まりながら車窓を眺めるのは最高なんだ。なんか魅力的だね。都会に住んでいるから珍しく感じる。こういう列車は北海道とかでもよく走っていたぞ。
そうだったんだね。他にも沿線は、リンゴがうまかったり、太宰治や津軽三味線の記念館もあるぜ。津軽三味線はいいよね、リゾート白神で聞けたのは最高だった。そうだな。この路線はリゾート白神が通る五所川原が始発だから、秋田から乗りに行くのもありだ。地方鉄道は魅力がいっぱいだね。大手私鉄とは全く違う魅力があるからおすすめだ。七つ目の路線だぜ。次の企業は、渡良瀬渓谷鉄道だ。この路線はどこを走っているの？渡良瀬渓谷鉄道は、群馬県を走る路線なんだ。群馬の桐生駅から、栃木の武藤駅を結ぶぞ。知らない場所だなぁ。経常損益は、2億3692万円で、輸送密度は、376人なんだ。そうなんだね、この沿線の魅力は何？この沿線の魅力は、沿線の自然が魅力的だ。この路線も、それを活かして観光促進に取り組んでいるんだ。例えば、景色を満喫してもらうために、窓のないトロッコ列車を運転していたり、電車を使ったレストランを営業する駅もあるんだ。沿線には木造の駅舎もあって、ノスタルジックな気分も味わえるぞ。すごいいい路線じゃない、赤字がどうの言っていたけど、とてもいいね。そうだな、赤字赤字って聞くから聞こえは悪いが、こういった地方の鉄道はいろんなことをして利用を促進するんだ。こういうことは大手私鉄はあんましない。大手はそんなことしなくても不動産や流通でも受かるからな。でも地方の路線だと、列車自体を観光対象にしたりすることはよくあるんだ。だから地方は地方で魅力がいっぱいあるぜ。そうだね、もっと地方私鉄について知りたいよ。わかったぜ。八つ目の会社だぜ。8社目は、長良川鉄道だ。長良川鉄道は、国鉄の路線でそれを第三セクターとして引き継いだんだ。でも、開業当初も赤字で、2020年も4億7千万の赤字だったんだぜ。やっぱり国鉄が手放した路線はあまり儲からないんだね。それに関しては仕方ない。でも、この会社も魅力的なんだ。赤字ってことを忘れさせるくらいな。お？どんな路線なの？まず鉄道ファン向けの情報だ。国鉄時代に走っていたカラーリングの列車がこの路線では見れるんだ。それはいいね、今じゃほとんど見れないもんね。他にも沿線には絶景がいっぱいなんだ。清流長良川は沿線に沿って流れていて、数多くの絶景ポイントがある。それを楽しむための観光列車もあるんだ。おお、いいね。それがゆらり眺めて清流列車と、長良っていう車両なんだぜ。ゆらりの方は、通常運賃で乗れる観光列車なんだ。そして、長良の方は車内で岐阜の食材を活かした料理が楽しめるぜ。すごいいいね、絶景を眺めながらランチなんて最高だ。そうだろ、行きたくなってきただろう。すごい行ってみたい、地方路線最高だね。9つ目の路線だぜ。9つ目は、平成筑豊鉄道だぜ。筑豊ってことは、九州の路線？そうだぜ。平成筑豊鉄道は、もともと国鉄の路線で、福岡を中心に運行されているんだ。そうなんだ。この企業の営業損益は2021年の段階で3億8495万円の赤字だったんだ。輸送密度は295人だぜ。そうなんだ、この企業の魅力はどんなの？この路線もいろいろ魅力があって面白いぜ。例えばこの路線も、景色を楽しみながら食事を楽しめることこと列車ってのがある。他にも、鉄道ファン向けとして、本物の列車を運転できるぜ。何それ、すごいな。ただ、団体参加のみの体験だから、個人での参加は結構ハードル高い。個人でも参加できるようになると良いね。そうだな。そして、沿線の観光地もおすすめで、チューリップ畑の祭りもあるんだ。直方チューリップフェアって言ってな、毎年春に20万本のチューリップが咲き誇るぞ。何それ面白そう、チューリップ綺麗だから行ってみたい。2023年は3月の25日から4月2日まで開催されるんだ。参加費は無料だぜ、直方駅から徒歩10分で行けるぞ。よっしゃ、福岡までの飛行機取ってくる。話は変わるが、この路線は赤字でも交通弱者への積極的な貢献をしたんだ。どんなの？ウィキペディアの情報だが、運転本数、駅数を国鉄時代の2倍にしたんだ。そういった対策を取ることで、沿線の学生や、通院する高齢者などの力になっているんだぜ。それは良い対策だね。こういった対策があると住みたくなるよ。そうだな。個人的な試験だが、鉄道の活性化は沿線の人々や観光客によって達成されると思うんだ。だから、こういった企業努力は、ぜひとも報われてほしいと心から思うぜ。そうだね。10個目の路線だぜ。次は、錦川鉄道だ。この路線はちょっと例外的で、赤字じゃないんだ。え？そうなの？鉄道事業はまあまあ赤字だけどね。でも、大手私鉄のように様々な業界に力を入れているんだ。
そして、2015年の関連事業収益は1億7143億円で、運輸の赤字を埋めたんだ。それはすごいね。もちろん鉄道事業、沿線も魅力的だぜ。教えて教えて。例えば、沿線の錦町駅の近く、二見川ではホタルが有名なんだ。おお、ホタルいいね。それに合わせて会社も臨時列車を運行しているぜ。便利だね。他にも、JR から国鉄の列車をもらって、鉄道ファンの集客をしている。国鉄の列車に乗って、沿線の景色を眺める最高の体験ができるぞ。めっちゃいいじゃん。11個目の路線は、由利高原鉄道だ。2021年の経常損失は1億35万円で、輸送密度は265人だぜ。この路線はどこを走ってるの？秋田の鳥海山の麓を走る路線だぜ。そうなんだ。この路線は、つい最近すごい施策を実行したんだ。どんなの？通学定期を半額にした。すごい施策だね。年が経つにつれて、学生の利用率が下がっていったんだ。そして、もともとの運賃も高いこともあり、値下げを実行したんだ。そして、値下げの結果、2022年の通学定期の利用者数は約2倍になったぜ。すごい、ちゃんと結果が出ているんだ。しかもコロナ禍でこの変化は大手私鉄でもなかったんじゃない？そうだな。12社目は、秋田内陸縦貫鉄道だ。2022年は2億2600万円の赤字で、輸送密度は261人だぜ。この企業はスーツさんが関わっていたよね。アドバイザーとして関与してたぜ。観光列車を作る際にな。その影響もあってか、鉄道ファンも来訪しているみたいだぜ。沿線も魅力的で、四季折々で変わる景色はおすすめだぜ。13社目は、紀州鉄道だ。紀州鉄道は、路線自体は赤字だが、大手と同様様々な事業に取り組んでるぜ。毎年数千万単位の赤字で、輸送密度は205人だ。また、日本最短のローカル線として有名で、多くの鉄道ファンが集まるぜ。それは魅力的だね。14社目は、南阿蘇鉄道だ。南阿蘇鉄道は2021年は4億5000万の赤字で、輸送密度は151人だったんだ。でも最近は企画列車を運行して、赤字幅を徐々に縮小しているんだ。それはすごいね。最近まで地震の影響で一部路線が運休していたけど、2022年には全線復旧していたぜ。今後の発展に期待だね。そうだな。そして最後の路線だぜ。最後は、阿佐海岸鉄道だぜ。この路線はどんな路線なの？輸送密度は135人で、最近は1億円の赤字が出ているぜ。でも、この会社は面白いぞ。道路と線路を走る DMV を運行してるんだ。線路自動車が走る面白い光景が鉄道ファンには受けているんだぜ。そうなんだ、すごい面白いね。鉄道ファンが来たおかげで、沿線の店の売り上げが4倍になった場所もあるんだ。鉄道ファンの集客はすごいね。でも、人口減少が激しい過疎地域だから、やっぱり利用率は良くないみたい。DMV に変わってからは、赤字額は徐々に減っていっているみたいだけどね。そうなんだ。今回の動画はここまでだぜ。どうだった？地方の路線が知れて面白かったよ。魅力的なものがいろいろあるんだね。わかってくれれば嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私が時々乗ってた路線がなくなるんだって。まあ、そういうこともあるだろ。乗る人少なかったら赤字だろうしな。鉄道ってなくならないと思ってた。いやいや、赤字で経営してたら潰れるだろ。まあ、それもそうか。けど、なくなるのは寂しいな。それじゃ今日はローカル線の話をするんだぜ。ローカル線？身も蓋もない言い方をすれば乗る人が少ない路線だな。なくなりそうな路線ってことだね。鉄道会社も収益が大事だからな。だからここで紹介して、乗る人が増えたらいいだろ。そうだね。それじゃマリサのおすすめローカル線、紹介してね。わかったぜ。やったー、どんなローカル線が出てくるんだろ。ローカル線を5個紹介してやるぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。ローカル鉄道一つ目は、叡山電鉄だぜ。叡山電鉄、非叡山的な響きかも。叡しかかぶってないが、その通りだぜ。叡山電鉄は、京都の出町柳から、鞍馬と八瀬非叡山口に行けるんだぜ。八瀬非叡山口までは15分くらい、鞍馬までは30分くらいで行けるぜ。非叡山の下まで行けるんだね。そうだぜ、だからローカル線ながら乗客は多いぜ。むしろ、儲かっていると思うぜ。なくなりそうなんじゃないの？そうだが、最初は有名どころがいいと思ったんだぜ。叡山電鉄は紅葉の中を走ったり、いろんなアニメとコラボしたりしてるんだぜ。しかも、貴船神社っていう、有名な神社にも行けるんだぜ。貴船神社は風情があっていいところなんだ。それはすごく気になる。気になる人は、自分で調べてみるといいかもだぜ。今度暇な時にでも調べてみるよ。
お寺や庭園なんかもあるから、そういうのが好きな人には、おすすめだぜ。あと、アニメが好きな人にもだね。だな、私が行った時は、ニューゲームっていうアニメの、ヘッドマークをつけてたぜ。ヘッドマークって、電車の前についてる丸いやつだよね。そうだ。いつも、何かしらコラボしてるイメージだから、行った時に何とコラボしているかは、お楽しみなんだ。いろんな楽しみがあっていいね。京都に行った時は、ぜひ乗ってみることをおすすめするぜ。というわけで、次だぜ。二つ目は、錦川清流線だぜ。初めて聞くわ。普通の人は知らないよな。山口県岩国駅から錦町駅を走っているぜ。錦川清流線っていう名前だし、川沿いを走るの？そうなんだぜ。錦川っていう川沿いを走っているぜ。しかもその川は、上流に行くととっても綺麗なんだぜ。綺麗な川は心が和むね。岩国駅から錦町までを、1時間10分から1時間20分くらいで走っているぜ。川を眺めながらのんびり移動するにはちょうどいい時間かもね。この路線は、錦川清流鉄道っていう会社が経営しているんだが、この会社は、乗客を増やそうと頑張っているぜ。いろんなイベントとかやってるってこと？イベントっていうか、こんな感じのラッピング列車だったり、景色のいいところで徐行したり、景色を見るための駅があったりするぜ。景色を見るための駅って何？清流見晴駅って言ってな、鉄道でしか行けない駅があるんだぜ。鉄道でしか行けないって、道路と繋がってないの？そうなんだぜ、降りても駅から出られないんだぜ。つまり、次の列車まで駅で待つしかないと。まあ、そうなるな。ただ、駅に少し長めに停車してくれるから、乗ってきた列車に乗ればいいと思うぜ。なるほど。移動中の息抜きに駅のホームに降りて、川を眺めるんだね。ああ、そんな感じでいいと思うぜ。あとな、トコトコトレインって言って、道路の上を走るこんな乗り物があるんだぜ。遊園地にありそうな乗り物だね。この乗り物で、錦町駅から総頭郷温泉駅まで、行けるんだぜ。温泉？温泉があるのいいだろ？めっちゃいい。ちなみに、トコトコトレインは、12月から3月下旬までは運休だからな。行くなら、春から秋の間にしとけよ。わかった、冬のトコトコトレインは寒そうだもんね。ああ、かなりの寒さだと思うぞ。山奥だし、冬には雪が積もることもあるらしいからな。せっかく錦川清流線に乗りに行くなら、暖かい時だね。そうだな、紅葉も綺麗だから、秋もおすすめだぞ。秋の紅葉もいいねー。錦川清流線の話はこれくらいにして、次のローカル線の話に移るぜ。うん。三つ目は、有名どころの大井川鉄道だ。これもまた、川沿いを走る列車だな。大井川はなんか聞いたことあるよ。静岡県の島田市のあたりを流れている川だな。JR の金谷駅で接続していて、千頭駅までの本線と、千頭駅から井川駅までの井川線だぜ。しかし今は、家出駅から千頭駅は代行バスになっているぜ。代行バスって、鉄道が走れない時のやつだよね。台風15号の被害で、鉄道が走れないみたいだぜ。そうなんだ。ただ、大井川鉄道が売りにしている、SL やトーマス号には乗れるんだぜ。ならよかった。アクト式の鉄道にもちゃんと乗れるぜ。アクト式って何？電車は坂に弱くて、急な坂を登れないんだ。だけど、どうしても登らないといけない時に、線路の真ん中にギザギザの線路を引いて、車体の底の真ん中に、歯車みたいなのをつけて、線路のギザギザと車体の歯車を噛み合わせて、坂を登り降りするんだ。へぇ、そうやって急な坂を登るんだね。坂を登るためと言ったが、本当は坂を下る時のブレーキの方が大事なんだけどな。ブレーキが効かなかったら大変だもんね。だろ、普通に死ねるぜ。ちなみに、現在このアクト式を使っているのはここだけなんだぜ。じゃあ、すごく貴重なんじゃん。まあ、実用性ないしな。かの有名な翡翠峠で使っていたんだが、スピードが出せなくて、採算が取れなくて、なくなったんだぜ。スピードは出せないんだね。そうなんだぜ、薄い峠は、他にも原因があったんだけどな。しかも、薄い峠の勾配は 63%、大井川の勾配は 90% なんだぜ。採算取れない坂より急なんだね。鉄道だと日本一の勾配なんだぜ。それはすごい、ぜひ乗ってみたい。だろ？アクト式の区間は 25.5km を、1時間50分くらいかけて進むんだぜ。普通の電車だと20分から30分くらいだから、いかに遅いかわかるだろ？確かにとても遅いね、自転車の方が速いかも。雪はずっと上りだからな、自転車だと体力的に無理だと思うぜ。平地なら自転車といい勝負できそうだけどな。そういえば、坂なんだったね。あとな、アクト式は千頭駅から井川駅なんだが、金谷駅から千頭駅の車両も、ここでしか乗れないかもだぜ。なんか特別な車両なの？トーマスや SL もそうなんだが、大井川鉄道は、とても古い車両を使っているんだ。昔、青ガエルと呼ばれていた、東急5000系の車両に乗れるんだぜ。昔の古い電車ってことだよね？そうだぜ、鉄道好きにはたまらないと思うんだぜ。それに、温泉地や吊り橋もあって、普通にいい観光地だしな。吊り橋もあるのね、いいなぁ。Z
霊夢は吊り橋好きなのか？好きだよ、渡る時に揺らしたくなる。揺らすのはダメだろ。揺らして友達を怖がらせるのが楽しいのに。やめとけって。まあ、バカとなんとかは高いところが好きって言うけどな。せめて、煙となんとかって言って。ぼかすところ間違えた。もう、マリサのバカ。まあ、霊夢が高いところが好きなのはいいとして、たくさんの吊り橋があるから、吊り橋を巡るのもいいと思うぜ。線路と道路の上を通っている、珍しい吊り橋もあるからな。真上から鉄道を眺めることもできるぜ。真上からっていいね。だろ、なかなかできない体験ができるんだぜ。吊り橋に、アクト式、だっけ、に、吊り橋に温泉って、これはもう行くしかないね。ああ、ぜひ行ってみてくれ。それじゃ、次に行くぜ。四つ目のローカル線は、市畑電気鉄道の路線だぜ。大社線と北松江線があるぜ。大社線は JR 出雲市駅の前にある、電鉄出雲市駅から出雲大社前まで。出雲大社って島根だね。そうだが、今、説明中だからちょっと待ってくれ。北松江線は新事故の北を通って、松江新事故温泉まで行ってるぜ。しじみー。霊夢、意外といろいろと知ってるな。すごいでしょ。新事故はしじみが有名ってことを、知っているとは思わなかったぜ。それで、このローカル線の話なんだが、大社線が出雲大社まで行っているっていうのは、わかりやすいよな。出雲大社は関東の人にも人気で、例えば、サンライズで出雲市駅まで行って、出雲大社に行くときに便利だぜ。サンライズ？サンライズっていうのは、東京発の寝台列車のことだな。サンライズ出雲と、サンライズ瀬戸があって、連結して岡山まで行って、岡山で切り離して、出雲市行きと高松行きに分かれるんだぜ。逆に上りだと岡山駅で連結するところを、見ることができるぜ。鉄道好きにはたまらないね。まあ、今回は市畑電鉄の話なんだけどな。出雲大社駅は新しくできた駅で、もともとは大社駅っていうところまで行っていたんだが、その大社駅、今は旧大社駅って言われているんだが、そこには、駅舎やホーム、線路が残っていて、SL が展示してあったりするぜ。SL が見られるのいいね。いいだろ、だから旧大社駅に行くのもおすすめなんだぜ。そうなんだ、貴重な情報ありがとう。で、北松江線なんだが、こっちは、松江フォーゲルパークや、イングリッシュガーデンに行くのに、便利だぜ。もちろん、松江新事故温泉にも行けるけどな。フォーゲルパークって何？フォーゲルパークは、鳥の動物園だぜ。ほとんど室内だから、天気が悪くても楽しめるんだぜ。あと、鳥に餌をあげることができるんだが、手や腕に鳥が止まって、餌を食べてくれるぜ。それ、めっちゃ可愛いやつじゃん。そうなんだぜ、めちゃ可愛いぜ。絶対いつか行ってやる。行ってしまえ。さて、説明の続きだが、イングリッシュガーデンも、綺麗な洋風な庭園だからおすすめだぜ。庭園よりもやっぱり鳥だね。確かに、レア度で言えばフォーゲルパークかもな。そして、市畑電鉄は鉄道好きにたまらないイベントも。どんなイベント？なんと。なんと？鉄道を運転できるんだ、すごくないか？え、鉄道って本物を、シミュレーターとかじゃなくて？マジでモノホンの本物を運転できるんだ。デハニ50型っていう車両を、150メートル運転できるんだぜ。料金は1万2000円なんだが、運転できると思えば安いもんだと思うぜ。運転体験できるなら、安いもんだね。だって、普通はできないんだもんね。鉄道好きなら、一度流行ってみたいと思うだろうな。そして、いい経験にもなるだろうしな。だね、市畑電鉄って知らなかったけど、魅力がいっぱいだね。そうなんだぜ、温泉もあるしな。宍道湖を眺めながらの温泉も、気持ちよさそうだね。温泉もいいよな。さて、最後の5つ目に行くぜ。最後はローカル線を走る、観光列車が多い九州から紹介するぜ。九州はいろんな列車が走っていて、鉄道好きだと楽しいよね。ああ、その中から一つ比較的新しいのを紹介するぜ。ローカル線というよりは、観光列車の紹介になるが、勘弁してくれ。観光列車も楽しいからいいよ。ありがとう。それじゃ、最後に紹介するのはこちら。オレンジ食堂だぜ。みかん？いや、みかんは関係ないぜ。九州の熊本と鹿児島の県境のあたりに、肥薩オレンジ鉄道っていう、第三セクターがあるんだ。第三セクター？この場合は、九州新幹線ができて、並行する線路を JR が手放した感じだな。そうなのか。それで、肥薩オレンジ鉄道の八代から仙台を走る、オレンジ食堂だが、食堂だから、ご飯を食べることができるんだね。その通りだぜ。モーニングや和食、フレンチなど、時期や便によって、いろんなものが食べられるぜ。しかも、沿線の地酒なんかも楽しむことができるぜ。お酒も飲めるなんて素敵。いいよな。美味しいご飯とお酒をたしなみながら、列車に揺られて移動なんて、贅沢な時間を過ごせそうだね。まったくだぜ。あとな、アクネ駅というおしゃれな駅があったり、水俣駅の近くにハートのモニュメントがあって、恋人の聖地になっていたり、オレンジ食堂以外にも、見どころはたくさんあるぜ。観光列車を楽しんで、降りても楽しめるなんていいね。ぜひ、行ってみてくれよな。
さて、ローカル線の紹介はここまでだぜ。知らないローカル線でも、楽しそうなところがたくさんあって、行ってみたくなったよ。それはよかった、ローカル線にも魅力はたくさんあるからな。そして、お客を呼び込もうと頑張っていても、あまり知られていないところもあるからな。この動画で、こんなところもあるんだと、知ってもらえたら、光栄だぜ。そうだね、私も知らなかったいいところがたくさんあったもん。だよな。生活で鉄道を使う人が減る分を、観光で呼び込まないと、生き残っていくのは大変だろうから、視聴者の皆さんも、気になったらぜひ行ってみてくれよな。私も行ってみるよ。その時は私も誘ってくれよな。わかったよ、マリサ。それじゃ、今回の動画はここまでにするぜ。みんな、最後まで見てくれて、嬉しいぜ。ありがとう。この動画を気に入ってくれた方は、高評価やチャンネル登録もしてくれると、もっと嬉しいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この写真見てよ。桜が綺麗な駅を見つけたんだ。おお、これは山中谷駅だな。さすがマリサ。よくわかったね。和歌山に行った帰りに綺麗だったから、ちょっと降りちゃった。山中谷駅は、大阪にある駅だけど、大阪とは思えないぐらい自然が感じられる山の中にある駅だぜ。春は桜が綺麗だよな。都会から出てる電車の中から、あんな綺麗な桜が見られるなんていいよね。たまには都会の喧騒を忘れて、ローカル線の旅にでも行きたくなっちゃったよ。全国のローカル線には、都会の電車からは絶対に見ることができないような、絶景が見られる路線があるんだぜ。知りたいなぁ。今度行ってみる。それでは今回の動画は、絶景が見られるローカル線を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。まずは、JR 北海道の函館本線だ。函館本線は、函館から札幌そして旭川と、北海道の三大都市を結んでいて、多くの特急列車が走っている重要な路線だぜ。北海道は広くて絶景スポットが多そうね。そうだぜ。北海道の鉄道は、どの線路も景色が良くて、紹介しきれないほどだ。その中でも特に絶景なのが、函館本線の大沼公園付近の景色だぜ。公園？自然がたくさんありそう。公園といっても、大沼公園は国定公園だ。国定公園とは、国が景勝地としてその風景を保護していくことを定めた公園のことだぜ。国が認めるほどの絶景なのね。一体どんな景色なの？渡島富士とも呼ばれる山、駒ヶ岳のふもとには、大沼をはじめとするたくさんの湖があるんだ。雄大な駒ヶ岳と、美しい湖の景色を眺めながら列車は走るんだぜ。うわぁ、綺麗。函館本線には他にも、内浦湾沿いに走る区間があったり、有珠山や昭和新山といった山を見ることができたりと、海あり山あり湖ありの、とても絶景が多い路線なんだぜ。函館と札幌を結ぶ特急北斗は、そんな絶景の中を走っていくんだ。函館の夜景を見て、朝はホテルで海鮮丼。そしてここの綺麗な景色を見ながら、札幌に行くなんていうのも贅沢だわ。そりゃいいな。お次は五能線だ。五能線ってあの日本海沿いの、読み方が難しい駅がいっぱいある路線だよね。そうだぜ。五能線は青森県の川辺駅から、秋田県の東の城駅までの路線だ。五能線はなんといっても海が綺麗なんだぜ。夕方には日本海に沈む夕日が見られるんだ。列車から海に沈む夕日が見られるなんて、ロマンチックだわ。五能線では、観光列車の快速リゾート白神が運行されていて、ゆったりとした車内で、車窓を楽しむことができるんだぜ。車内で津軽三味線の生演奏なんかもあって、青森の文化に触れることができるんだ。なんて魅力的な列車。沿線には、日本海からすぐのところに露天風呂がある温泉、小金崎不老不死温泉があって、日本海に沈む夕日を見ながら露天風呂に入れるんだぜ。そして、透き通った真っ青な池、青池など沿線に魅力的なスポットが多いぜ。いいなぁ。今度五能線で温泉に行ってこよ。次の絶景ローカル線は只見線だぜ。只見線は、福島県の会津若松駅から、新潟県の小出駅までを結ぶ路線だ。只見線の沿線は、越後三山只見国定公園に指定されていて、国内有数の景勝地なんだ。只見線は紅葉が綺麗な路線として有名だぜ。うわぁ綺麗、紅葉と列車が水面に映ってるよ。この第一只見川橋梁は、アーチ橋が水面に映るのがとても綺麗なんだ。そして、紅葉の時期だけじゃなくて、春や夏は緑が美しく生えて、冬は雪景色と、春夏秋冬すべての季節で違った美しさを見せるんだぜ。とても綺麗だわ、列車に揺られながら日本の美しい四季を感じられるんだね。そして沿線には温泉がたくさんあるんだ。絶景を見た後に温泉に浸かって体を癒すなんて最高だぜ。それはいいわね。
お次は小海線だぜ。小海線は、山梨県の小淵沢駅から長野県の小諸駅までを結ぶ路線だ。標高2833メートルの八ヶ岳のふもとの、野辺山高原という標高の高い地域を通る路線で、八ヶ岳高原線という別名がついているんだ。途中の野辺山駅は JR で最も標高が高い駅で、近くには1375メートルの地点が存在するぜ。高原を走る列車って、もう聞くだけで景色が良さそう。小海線からは、甲斐駒ヶ岳や八ヶ岳などの雄大な南アルプスの山々が見られるんだ。日本でこんな風景が見られるなんて、まるでスイスの高原鉄道みたい。そうだな、南アルプスの山々のふもとには、高原野菜の畑が広がっているぜ。こんな綺麗なところで育った野菜って、とても美味しいだろうね。そんな小海線には、ハイレール1375という観光列車が走っているんだ。天空に一番近い列車がコンセプトの列車で、車内には星空を投影するドームが設けられているんだぜ。列車の中にこんなのがあるの？素敵。ハイレール1375は、標高が高い路線として、ハイレールという名前が付けられているが、志望校にハイレールということで、受験生にもおすすめの列車だぜ。美しい自然の中なら勉強もはかどりそうね。次に紹介する絶景路線は氷見線だぜ。氷見線は、富山県高岡市の高岡駅から、氷見市の氷見駅までを結ぶ路線だ。富山湾に沿って走る路線で、沿線には海水浴場として有名な、天原市海岸があるぜ。氷見線からは美しい海岸と、迫力ある北アルプスの立山連峰の姿が見られるんだ。すごい迫力、富山の風景といえば立山よね。他にも氷見市は、忍者ハットリくんの作者、藤子不二雄 A 先生の出身地であることから、忍者ハットリくん列車というラッピング列車も走っているんだぜ。美しい海と山、そしてアニメ、まさに日本の風景ね。お次は、渡良瀬渓谷鉄道を紹介するぜ。渡良瀬渓谷鉄道は、群馬県桐生市の桐生駅から、栃木県日光市の間藤駅までを、渡良瀬川の渓谷に沿って走る路線だ。渡良瀬渓谷線からは、四季折々のとても美しい景色が見られるんだぜ。春の沿線は菜の花や桜、梅や桃といった花が咲き乱れるんだ。うわぁ、花がいっぱい、綺麗だわ。花は駅付近には 2km もの間に1500本の花桃が植えられていて、列車は桃の花が咲き乱れる中を駆け抜けていくんだぜ。列車に揺られながらお花見ができちゃうね。これは春に行く価値ありだわ。渡良瀬渓谷鉄道の魅力は春だけじゃないぜ。夏には開放的なトロッコ列車に乗って、涼しくて綺麗な風を感じることができるんだ。緑が綺麗、夏はとても涼しそうね。そして秋は紅葉がとても綺麗だぜ。列車の色ともマッチしてて、とても綺麗だわ。そして、冬はすべての駅がイルミネーションで飾り付けられるんだ。うわぁロマンチック、クリスマスに行きたいわ。いつの季節に行くか迷っちゃう。次に紹介するのは、四国の予算線だ。予算線はその名の通り、香川県の高松駅と愛媛県の宇和島駅を結ぶ路線だぜ。四国の二大都市、高松と松山を通っている、四国にとってとても重要な路線だぜ。伊予の与と、讃岐の山を取って予算線ってことだね。そういうことだな。そんな予算線は、瀬戸内海に沿って走る路線で、列車に揺られながら綺麗な海と、瀬戸内海にたくさんある島々を眺めることができるんだ。確かに瀬戸内海っていっぱい島があるイメージだわ。海のそばを走る区間が長いから、列車に乗っていると、まるで海の上を高速線で走ってるみたいな感覚になるぜ。海好きにはたまらない。そして予算線で特におすすめなのが、愛媛県伊予市にある下灘駅だ。下灘駅のホームからは一面に海を見ることができるぜ。うわぁ、海の上にあるみたい、この駅行ってみたいな。予算線には観光列車、伊予灘物語号が走っているんだ。海側に向けられている座席もあって、美しい景色がゆっくり楽しめるんだ。中でも3号車は、一両貸し切りで定員8人のプライベート空間になっているんだ。二人から利用可能で、利用料金は2万8000円だぜ。なら今度これ一緒に乗ろうよ。一両貸し切りにしてはすごい安いじゃない。そうだな。松山には道後温泉もあるから、絶景を見た後は温泉なんていうのもいいかもしれないぜ。絶対楽しいわ。次は岳南電車を紹介するぜ。岳南電車は静岡県富士市の吉原駅と、岳南江野駅を結ぶ路線だぜ。ここまで紹介してきた風景は、自然が織りなす風景だったけど、ここで紹介する風景は自然の風景ではないぜ。人が作り出した絶景だ。え？富士市ってことはてっきり富士山かと思ったよ。富士山ももちろん絶景だが、今回紹介するのは工場夜景だぜ。工場夜景？そうだぜ。岳南電車の沿線は製紙工場が多いんだ。岳南電車もかつては、それらの工場からの貨物輸送がメインだったほどなんだぜ。その工場は、夜になると明かりがとても綺麗なんだぜ。わぁ、なんか幻想的。岳南電車もこれを観光の目玉にしようと、
夜景電車という電車を月に数回走らせているんだ。ヘッドマークが富士山と工場ね。夜景電車は2両編成の電車のうち、1両の明かりを消して夜景を楽しめる電車だ。そして月に1回、2両とも明かりを消して走り、工場夜景だけじゃない夜の風景も楽しめる。ナイトビュープレミアムトレインも運行しているぜ。工場の明かりだけじゃなくて、星も綺麗に見えそうだね。工場の夜景ってこんなに綺麗だったんだね。暖かくてなんか癒されるわ。続いては、大井川鉄道井川線を紹介するぜ。大井川鉄道は、蒸気機関車を運行していることで有名な鉄道会社だ。蒸気機関車以外にも、昔、大手私鉄で引退した古い電車をたくさん走らせているんだ。まるで鉄道博物館のような路線なんだぜ。この電車、東急で走ってたやつ。大井川鉄道に乗ると懐かしい気分になれるね。そんな大井川鉄道には、蒸気機関車や昔の電車が走っている大井川本線ともう一つ、井川線という路線があるんだ。この井川線も、とても特殊な路線として有名なんだぜ。井川線には90パーミルという急勾配があるんだ。90パーミル?どのくらいの坂なの?これは 1km 進んで90メートル標高が上がる勾配だ。これはケーブルカー以外の鉄道では、最もきつい勾配なんだぜ。パッと見ただけで登ってるのがわかるわ。こんなに急なら滑り落ちたりしないか心配。その心配はご無用だぜ。井川線の最急勾配区間の悪戸市城駅から、長島ダム駅の間は、ラックレールという、レールに歯車を登るという方式を採用してるんだぜ。悪戸?この方式を悪戸式と言うんだ。日本でこの悪戸式が採用されているのは、現在この井川線のみなんだぜ。そしてこの井川線には、奥大井湖上駅という湖の上にある駅があるんだ。湖の上に?ダムの湖の上に架かる鉄橋にある駅なんだ。ひえー、高い。ちょっと怖いかも。しかし、この絶景だぜ。怖いけど、この絶景は見物よね。井川線沿線には、温泉や釣り橋とか観光スポットが多いんだぜ。民家が少ないから、星も綺麗に見えるんだ。ここの星空は、日本の澄んだ星空ランキングの2位に選ばれたぐらいなんだぜ。人里離れた空気が綺麗なところなんだね。都会の喧騒を忘れたい時にはぴったりね。最後は北海道の釧網本線を紹介するぜ。釧網本線は、北海道の網走から東釧路までを結ぶ路線だ。そして、釧網本線はオホーツク海に沿って走る区間があって、日本でここでしか見られない絶景があるんだぜ。なんだと思う?何何?日本で釧網本線でしか見られないもの?それは冬に見られる流氷だぜ。流氷?そうか、オホーツク海といえば流氷ね。そうなんだ。釧網本線は日本で唯一流氷が見られる鉄道路線なんだぜ。海が真っ白、流氷見てみたいな。流氷を見るなら北浜駅がおすすめだぜ。北浜駅は、日本一流氷に近い駅として有名なんだ。しかも、流氷の向こうには世界遺産の知床連山がそびえてるのが見えるんだぜ。うわぁ、こんな景色日本で見られるなんて。他にも釧網本線は釧路湿原を通っていたり、摩周湖が近くにあったりと、絶景ポイントが沿線に多い路線なんだ。4月から10月には、釧路湿原の緑豊かな景色を楽しむことができる、釧路湿原の6個号が運行されているほか、冬には、釧路湿原の冬の自然を感じられる SL 列車、SL 冬の湿原号が運転されているなど、観光路線として盛り上がっているぜ。夏にも冬にも行ってみたいな。以上、絶景が見られるローカル線を10路線見てきたけど、どうだった？どの路線もすごく魅力的だったわ。春夏秋冬それぞれの美しさがあって、鉄道があってという絶景は、日本が世界に誇れるものだって実感したわ。列車に乗っていろんなところに行きたいな。そうだな。ということで本日の動画はここまで。視聴者の皆さんも、ローカル線の絶景ポイントを他に知っていたら、コメントで教えてくれたら嬉しいんだぜ。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。